お越しいただきありがとうございます。これから緊急院内集会郊外110番から見えてきたものを始めます。司会を務めます日本消費者連盟事務局郊外担当消費者リポート編集長の杉浦陽子と申します。よろしくお願いいたします。こちらの地下1階第1会議室は大変狭くなっておりまして、地下1階の第7会議室と地上1階の第5面談室で、アワープラネットテレビさん撮影によるインターネット中継でご視聴いただくことになりました。皆様には大変ご不便をおかけしますことをお詫び申し上げます。他に、U プランさん、北海道テレビさん、そしてチャンネル日照連が録画撮影しております。ご了承ください。座席はお体の不自由な方、ご高齢の方を優先いただきまして、お若い方は恐縮ですけれども、できるだけ立ち見での参加をお願いいたします。資料の確認をさせていただきます。ホチキスで留めてありますのが本日の資料で、一番上にこの感想文用紙がついています。これはお帰りの際にこうピッと、半分ですので、手で引き抜いていただきまして受付までお渡しください。またペラ1枚のチラシは日本消費者連盟がこのほど発行しましたブックレット郊外110番受付で扱っております。この申し込み用紙になります。後ほど地域や各団体で購入を検討されたいという方はこちらの申し込み書をご活用ください。こちらの本日実際のブックレットの扱いは第一会議室だけになっておりますので、他のお部屋で視聴されている方は恐縮ですけれども、会議後にこちらの第一会議室までお越しください。本日のスケジュールですけれども、レジュメの2ページ目にありますように、集会全体の終了は、延長しても午後2時までと、したいと思います。その後ですね、そこで今日は省庁の方、要省庁の方来ていただいてますので、長引いても午後2時までということ で、それ以降は参加者の意見交流の場をこの第一会議室で、2時半まで設けますので、よろしければご参加ください。こちらのお部屋は午後3時までお借りしてますので、お掃除等して、3時にはこちらの方を引き払うという流れになっております。それではですね、レジュメに沿って、進めさせていただきたいと思います。最初に郊外110番を開設した経緯、それ以降の活動を報告したいと思います。私の方からですね、レジュメに簡単に3ページ目のところに郊外110番からの活動を2017年から2018年ということで、まとめております。去年2017年7月26日、8月1日と香りの害に苦しむ人対象に電話相談、郊外110番を日本消費者連盟、潜在部会が中心になって実施しました。で、2日間で213件の電話、メール、ファックスが届くということで、非常に反響が大きくて、ここからが新たな活動がスタートしたということになります。でここに至るまでのことなんですけれども、そもそも私たち日本消費者連盟は1960年代70年代から合成洗剤を使わない運動、合成洗剤追放運動ということをずっと続けてきまして、人体にも環境にも悪い影響があるということで、これをできるだけ使わないし、できればこの規制を設けてほしいということでずっと活動を続けてきました。でそんな中でですね、ここ特に2012年以降ですか、芳香柔軟剤とか制汗剤といったものに香りがついたり、またはその香りが強まってくるということで、それに対して体が敏感に反応して非常に健康に障害を起こすという方々が増えてきたということで、日照連の潜在部会にもいろいろなご相談とか悩みを打ち明けられる方が増えてきました。で実際にただ部会メンバーの中に当時はですね、そのいわゆる化学物質過敏症とかアレルギーですといった方はまだいなかったんですけれども、いずれやはりちょっと本当に生の声を聞かなければいけないんじゃないかということで、去年の夏、この郊外110番を、実施したということになります。でその間もですね、いろいろないわゆるその患者団体さんとか消費者団体、他の消費者団体さんからですね、この問題について一緒に取り組みたいというようなお声がけをいただくことがありまして、一番最初に東急電鉄のシースルー改札でアルマディフューザーを噴射するという話があって、そういう公の場で、天然の香りとはいえ何らかの その合成化学物質入っているのではないかという心配でですね、ぜひやめてもらいたいということで質問状を、出しました。その後ですね、ちょっと待ってください。
失礼しました。それからその後、これは飛行機の全日空ですね、さんが新しいアロマのサービスを始めるということで、おしぼりに香料をつけるなどのサービスに加えて化粧室のアロマ石鹸使用などを始めるということで、これも全日空さんよく利用されている方から中止を要請してほしいということで、その中止要請も行いました。また市役所などの庁舎などでの香りのサービスを実施する地方自治体へも中止要請を行いました。でいずれもですね、善意のこうサービスということで皆さん始めてるんですけれども、中には少なからぬ健康被害を起こすこと方がいらっしゃるということで、私たちが訴えたことで全部ではないんですけれども、おおむね、中止の判断をされるところが出てきまして、私たちが運動したことでこういう結果につながっています。そして郊外110番ですね、去年の夏して以降、後ほどその110番の中身については潜在部会の田中照子さんから説明してもらいますけれども、本当にこれほど多くの人が、カビの害、それから化学物質、生活剤における化学物質で苦しんでおられるというのは本当に実感として2日間でも電話を朝から会社休んで電話してもつながらなかったであるとかいう形でものすごく多くの方から反響をいただきました。でこれ私たち日本消費者連盟だけではとても手に負えないということで、他の消費者団体さん、環境問題、それからいわゆる患者の団体さんですね、たちに呼びかけまして、8団体で、まずやはり消費者の問題ということで消費者庁さんに、8月28日要望書を提出しまして、主な項目としてはやはり国民生活センターに専門の窓口を設けてほしいということで、お願いしました。その後まだなかなかその症例として、はっきりしないとか、そんなに大勢いるっていうふうに認識いただけなかったのか、簡単には窓口設置ってお答えいただけなかったので、どのぐらい、人数がいれば設置していただけるんでしょうかということでですね、たくさんということでしたので、じゃあたくさんとにかく声を集めようということで、9月16日から、消費者ホットラインいやや188番ですね、電話かけとトラブルメール箱っていうので1週間ですけども、みんなでそこに集中して大勢いるんだよってことを伝えようということで集中ウィークを設けました。でその後12月の7日ですけれども、その前からですね、やはり行政より何よりやはりメーカーさん、日本石鹸洗剤工業会さんですね、いわゆるこういった芳香柔軟剤などを作っておられるところが入っている業界団体に、ぜひこの声を聞いてほしいと、で面談したいということで申し込んだんですけれども、電話がかかってきまして、お会いしたくないということで、断られてしまいまして、一度もまだお会い、残念ながらお会いできずにいるということです。で、今年に入りまして2月になってから、やはり消費生活センター、消費者庁だけではなくて、やはり、学校の子どもがですね、教室に入れないとか、学習権の侵害につながるような事態がかなり明らかになってきましたので、私たちの声の中にもかなりあったんですけども、文科省さん、それから何よりもやはりこの何て言いますか、主要のその柔軟仕上げ剤のその何か健康障害を起こすその特定物質というのがはっきりしなければ行動に移せないという省庁さんが多い中で、やっぱり厚労省さんにぜひともこれについての分析をしてほしいと、規制をしてほしいということで厚労省さんに要望書を提出しました。で、あ、すみません、ここに入ってないんですけど、つい先ごろですね、経済産業省さんにも、日本石鹸洗剤工業会さんの、監督官庁ということでですね、まず、お会いすることもできないということなので、お会いするぐらいはいいじゃないかということですね、言っていただいたりとか、いうことで、4省庁さんにですね、この半年ちょっとの間で、この問題についての解決について、訴えをしてまいりました。で現在までに至ってですね、今日も大勢いらしているので、40以上のメディアの報道を日照連としても受けていまして、今現在ももうテレビ、ラジオ、雑誌等々ですね、ものすごくたくさんの報道をしていただいています。
そして全国の複数の患者団体さんからも、共にですね行動してほしいということで、私たちからも呼びかけたり、向こうからも呼びかけられたりして、連携を取ったり、個人個人が本当に草の根の運動でですね、周りの人にこれを知らせるであるとか、今回も来ていただいていると思いますけど、議員さんに声をかけていただくということで、非常に今運動は広がっているというのが、実情です。はい、それでですね、郊外の定義についてちょっと一言だけ申し上げたいんですけれども、郊外110番の方に書いてあるんですけど、郊外とは柔軟剤、消臭除菌スプレー、制汗剤、芳香剤、合成洗剤などの強い香りを伴う製品による健康被害のことで、体臭は含まれない。これよくマスコミの人に聞かれるんですけれども、体臭も郊外かと。私たちは体臭は郊外とは言っておりません。さまざまな健康障害を引き起こすであろう有毒な、化学物質が含まれたものによって、被害を被っていることについて言うと、大衆では人は健康被害を起こさないというところで、そこはもう定義をはっきりとさせておきたいと思います。はい、では長くなりましたけれども、次に移りたいと思います。すいません、次ですね、110番の話の前に紙芝居を、私たち日本消費者連盟の潜在部会で香りのエチケットという紙芝居をやっております。まずちょっとご覧いただきたいと思います。紙芝居の方は日照連潜在部会入江英子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では始めます。この紙芝居はなかなか認知されない香りの害を皆さんに伝えたいと思って作りました。今日はたくさんの方に見ていただくために、はい、スクリーンとダブルで演じます。始める前にですね、ちょっと豪勢くんを紹介いたします。これがちょっと怪しい合成化学物質のキャラクターです。あちこちでいると思いますので、皆さん気をつけてください。お見知りおきください。では始めます。香りのエチケット。この何年か人工的な香りや芳香柔軟剤などの使用者が増えてきました。しかし、その成分に反応して苦しんでいる人も増えています。この紙芝居は香りの問題だけでなく、消臭剤、除菌剤などの日用品に潜む危険もお知らせします。どうぞ最後までお付き合いください。大好きなママ、でもお子さんが困っています。どうしてでしょう。もしかしたらお母さんがつけている化粧品などいろいろなものから出ているいい香りでこの子が困っているのかもしれません。くしゃみや咳が出る子もいるようです。そういえばと思われることはありませんか。店頭にはさまざまな芳香剤が並んで、好みのものが選べて楽しいという方もいます。匂いの好き嫌いは経験とのつながりがあり、例えばおじいさんと一緒の楽しい思い出があると気になる加齢臭も懐かしいいい匂いとなるのです。香りは脳に直接作用します。一般的にいい香りはいいものと思われているようですが、成分の安全規制がない人工的な香料が脳に直接作用するのは問題です。特に子どもにとって脳への刺激は気をつけなければならないです。この香りの問題は外国製の芳香柔軟剤ダウニーが販売された頃から始まりました。柔軟剤は肌触りを良くするために布に残るように作られています。柔軟剤自体にも問題があります。加えて安全規制のない香料が長い間残っていていいのでしょうか。いつまでも香るというその効果を高めるために
毒性の強い成分を使っている可能性もあるようです。ここで言いたいのは、石鹸で洗えば柔らかい仕上がりなので柔軟剤がなくても困らないということなんです。匂いの出るものは様々ありますが、香りに反応している方が一番やめてほしいと訴えるものは柔軟剤の香りです。毎日の洗濯で使われるので、すれ違う人、電車の中、職場、隣人の洗濯物、そして排水口からも香ります。コインランドリーの排気口も問題です。柔軟剤の匂いは街中にあふれ、苦痛を訴える方が逃げられない状況です。合成君がふわりふわりと飛び回っています。周りにあふれる香りのために、頭痛、咳、吐き気、めまい、呼吸困難、しびれ、その他人によってさまざまな症状が出てきます。花粉症と同じように、誰でも何かのきっかけで突然反応が始まるのです。ここでは消臭剤、除菌剤のこともお伝えします。空気を洗うとされる消臭剤の成分、クオットも殺菌成分です。何よりシュッシュしたその殺菌成分や化学物質を子どもたちが吸い込んでしまうことが心配です。殺菌は洗うという意味ではありません。通常の掃除洗濯で健康な生活を心がけたいものです。また除菌剤としてハンドクリーナーなどありますが、使いすぎは手荒れのもとです。いいのかな、免疫力が落ちるよと豪生君も言います。人は腐ったものを嗅ぎ分けたり、皮膚の異常を感じたりすることで身を守ることを覚えます。行き過ぎた消臭除菌は五感を狂わせることになります。ヨーグルトや納豆など発酵食品で健康を維持しようと頑張っていても、身の回りを消臭除菌してせっかくのいい菌を弱らせているのは残念なことです。長い間地球で生き抜いてきた私たちの体の免疫力や強さを大事にして、子どもたちにもそういうことを伝えることが必要ではないでしょうか。昔は現在の生活環境には昔は使われていなかった化学物質があふれていますが、日用品を選ぶことは各自でできることです。次世代の健康で豊かな生活のために、私たちが今できることを考えていきましょう。豪生君はお呼びでないということで、ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。続きまして、郊外100点当番を実施して、日照連センサー部会田中照子さんから報告をお願いします。日本消費者連盟潜在部会の田中照子です。よろしくお願いします。レジュメの方の郊外100当番集約表というのがありますけれども、そちらの方をまず見ていただけますでしょうか。そうですね、7月の26日と8月の1日の2日間で合計8時間で行いました。ちょっとそれはパワーポイントにないので、ちょっと口で説明させていただきます。で、性別は男性が8名、女性が57名で合計65名ですね。他にファックスとかメールとかで合計213通あったんですけれども、きちっとしたデータをこう出せるあれがないので、電話の方だけ集約しました。で、年代は50代の方が一番多くて22名、60代の方が12名、40代の方が16名ということで合計65名です。で、居住地なんですけれども、北海道から沖縄まで22都道府県で、一番多いのが東京都、それから神奈川県が8、
で、埼玉県が6、大阪府が5、東京都が17でした。その他に滋賀県とか沖縄県とか高知とかいろんなところからお電話がありました。もう本当になりっぱなしで全部の方が受けて差し上げられなくて本当に申し訳なかったことでした。で、その、反応するもの、体にこう反応して具合が悪くなるもののトップが、1番が柔軟仕上げ剤43件、合成洗剤15件、芳香剤9件、香水、消臭除菌スプレーが7件ずつでした。他に2件ずつのものがいろいろ本当に多岐にわたっていました。それからその原因になるものは複数回答がありまして、1番が隣人が44人、職場が6人、家族が5人、本人が5人、人混みが3件、コインランドリーが2件という感じでした。それで電話相談を受けたのは潜在部会の部会長の富山陽子さんと紙芝居の入江さんと私3人で受けました。で、結果のトップはですね、やはりその隣人が使用する柔軟仕上げ剤っていうのが一番多かったんですね。それでちょっとパワーポイントでちょっとお話ししますが、今公害っていうのは杉浦さんが説明したので飛ばします。柔軟仕上げ剤の仕組みなんですけれども、その次のページの方の裏の方に出てますけれども、界面活性剤の普通はですね、繊維のところには油になじむ方が分子がつくんですけれども、柔軟仕上げ剤の場合には油になじむ方が上になって、水になじむ方が下の方に分子がなるんですね。ですから一応上に外向いているので、一見こう触るとスベスベっていう感じになりますが、水が来た場合にはその弾いてしまうので布の吸水力は弱くなります。で、今ほとんどドラッグストアとかで売られているもの の成分はエステル型ジアルキルアンモニウム塩というもので、これはイオンの界面活性剤です。で、イオンとかよりも毒性が強いです。で、第4級アンモニウム塩でもあります。で、この柔軟仕上げ剤の成分についてはちょっとここをよっとよく見ていただければと思います。で、香料の問題点なんですけれども、また後で水野さんの方からお話がありますので、あれですが、4000種もの成分があって、国内では約300種が製造されています。で、物質は企業秘密で、香り、どの香り使われているというのは成分表示にはなってありません。で、香りが脳に直接作用するということなので、ちょっとそのことをパワーポイントにします。これは坂部光さんとおっしゃる東海大学医学部の先生が化学物質過敏症支援センターの通信からちょっと引用させていただきましたけれども、上の方に脳の図がありますけれども、脳 の下の方に嗅球っていうのがありますね。嗅覚の嗅に玉で、鼻孔のすぐ上に嗅球があるんですけれども、これは解剖学的には嗅神経というのはまさに脳みそがそのままピューって飛び出した、つまり脳みそが裸で鼻孔の中に飛び出してきたようなものですということ で、こちらの方が拡大図なんですけれども、そのオレンジ の嗅球がその脳の方に行くところが出てますけれども、その鼻孔、鼻から入ったものがすぐ直接脳に行くっていうことなんですね。ですから電話でお相談を受けた時にもですね、脳がつかまれるような感じがするとか、それからその柔軟剤 の匂いを嗅いだ時に後頭部が殴られるような感じがするというようなことをおっしゃってました。で、今の一番の問題はですね、どこにでも売られているもの、花粉症などでも大変ですけども、やっぱりお休みの期間がありますが、柔軟剤の場合にはお休みも何もなく常に嗅ぐような状況になってますので、そういう誰でも使っているようなものがあるなのでとっても心配なことです。で、日照連はこのような感じで合成洗剤ももちろんですけれども、有害な化学物質を使わないシンプルな暮らしをしましょうということで提唱していますので、どうぞ皆さんもそういうふうに心がけていただければいいかなというふうに思います。以上です。失礼しました。それでは次に、国民病である被害の実態について化学物質過敏症 CS 支援センターの廣田忍さんお願いします。
広田でございます。科学物質過敏症支援センターで事務局長しております。約25年ぐらい前に娘が職場のリフォームから宿泊症候群になりまして CS に化学物質過敏症になりました。その頃から考えてどんどん増えているのが私は実感として分かります。で、はい、今日は資料も何もなしなんですけど患者さんの実態をどんなものか知りたくてずっとそれ以来25年ぐらい相談窓口を担当しておりまして年間2000を超える相談が来ます。でもう今のところはもうほとんど匂いのことですね。で匂いがあるためにもちろん他のものもいっぱいあるんですけど学校や職場や病院に行かれない、図書館や博物館には行かれない、それから子どもの葬式、親の葬式だとか子どもの結婚式なんか出られない、卒業式も入学式も行かれないというような生活なんですね、患者さんは。でこれは全員がそうなんじゃなくて軽い人も重い人もいますから。で病気を理解しない家族とは同居ができないんです。例えばこれを使ったら私が苦しいからやめてって言っても何言ってんの、それ気のせいよって、あなた頭がおかしいんじゃないというようなものなんですね。だけどもそれは違うんですね。患者さんが反応するものって普通の人にも健康に非常に悪いです。ただ症状が出るか出ないかのことでして、患者さんはある意味では鉱山のカナリアの役をしています。でもう一つ選挙なんかにも行かれないんですよね。農薬をまいてる時期は出られない。で投票所の底に行った時に周りの人がいろんなものをつけてますよね。お化粧だ、香水だったり、から柔軟剤で洗った洋服だって、そんなところあるともうそこに投票に行かれないんですね。投票そういうことも出てきています。でですが、私が一番今日申し上げたいのはこういうことを、自分はこうだってことを言える大人はまだいい、子どもたちです。言えないです。自分の状態を正確に、今自分は鬱だとかこれこれこうだとか体の状態を言えないです。それでそこにある空気を吸いっぱなしです。それで一番怖いのが保育園だとか幼稚園だとかそういうところです。女の人の自立はいいんですけど、私も大賛成ですけれども、一方で子どもの預けてる先がそういう状態だったらどうなるでしょうか。一方がうまくいってもこっちは崩れてる状態じゃないでしょうかね。でそういうことをとても私は心配しています。日常生活の中で保育園だとか小学校だとかいうのは非常にそういうことを気をつけて教育者も親も考えていただく、もちろん行政もですけど学校の先生ほとんどそういうことをご存じない方が多いです。で東京都の化学物質子どもガイドラインというのが2000年前後出てますけど、それにはやはり室内空気片、食事片、塗料片、殺虫剤、樹木片というのがありまして、ネットでいくらでも見れます。で室内空気片というのは1990年代 の, 後半にシックハウスが非常に多発して、まるで毒ガス室みたいな状態の中に入って、小さい動物を 2,3 時間留守で置いておくと、もう帰ったらあぶく吹いて死んでるんですね。そういう状態の中に人間がいて何でもないはずがない、そういう状態があったもんですから、この空気内室内空気片というのは非常に重要でございます。でなんで子どもたちがっていうとね、こういう化学物質は小さい時ほど東京都の化学物質子どもの間の中には6歳までに子どもは神経系の 90% ができるってことを書いてあります。それで6歳よりも4歳、4歳よりも2歳、2歳よりも1歳、1歳よりも胎児、小さければ小さいほど影響が大きいんです。でその結果がどうなるかっていうと、私は要するにハーバード大学とかその周辺の研究者が2010年の5月にアメリカの小児学会に警告を出してるんですね。要するにそれによってこの場合は有機リンを暴露させてデータ取ってるんですけれど、有機リン今でもいっぱいあります。日本にスミチオンとかね、どこでも売ってます。それ殺虫剤やなんかにいっぱい使ってるわけ、農薬にもね。
でそういうものを吸っていて何でもないはずがないんで、で その警告によってね、発達障害が非常に出やすいということをハーバードのその研究者たちが警告しているわけです。ですが今どうでしょうか。日本、例えば横浜市ですと発達障害児がどんどん増えて、特別支援学級を作っても作っても追いつかないって現場の教師が言ってるんですね。そんなことをしてて、子どもはいつまでも発達障害児じゃないです。大人になってきますでしょ。その人たちの障害どうなのかと思います。だからこうではないかというところ、それからデータを持って証明されているところをハーバードのこの人たちが、研究者たちが訴えてるんですから、ダメなところからやめてったらどうかと私は思うんですね。分かってるところから。でこのことはね、有機林の研究の大家だった日本に北里大学の医学部長だったもうお年を召されてますけど、石川聡先生がもう1990年前後からおっしゃってるんです。子どもに良くないよ、頭に良くないよ、私たちはそれを解放に取り上げてます。でですから今要するにそういうふうに日本人間の脳がなるということは、要するにいろんな人がやる気になるとか、カーッとした気持ちを抑えなきゃならないとか、全部酵素が働くんだそうですけど、その酵素が化学物質によって破壊されちゃうんですね。そうするとそれが機能できないんです、人間の体の中で、脳の中で。だからそこでやってきて、やっぱりいじめだ虐待だ事件だ事故に無関係ではないということを90年のあたりから言ってらっしゃるんですもん。でその時に聞いたことが今その通りになってます、世の中で。昨日か一昨日もアメリカで銃の乱射ありましたね。ああいう時に先生は、石川先生は自分は犯人のお家のあれを、はい、職業をおっしゃってました。すみません、話したいこと言ってます、はい、ありがとうございます。ここでですね、お越しいただいている議員の方々に一言ご挨拶いただきたいと思います。恐縮ですがお時間が限られていますので、お一人1分程度でお願いいたします。ちょっとお会いになられているかもしれませんが、衆議院議員高木連太郎さん、お帰りになりました。はい、すみません。衆議院議員高橋千鶴子さんは秘書の方がいらしてるんでしょうか。はい、秘書の方がお越しいただいております。すいません、途中でお帰りになられたようです。参議院議員糸数恵子さん、秘書の方がいらしてるんでしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっと議員さんは来ていただいた方でもちょっとお帰りになられてるんですが、適宜このようにご紹介いただしますのでよろしくお願いいたします。はい、それでは次に参ります。ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議、水野玲子さんに郊外の原因についてお話しいただきます。あ、皆さんこんにちは、水野です。まずは郊外の原因といっても特定できないって皆さんおっしゃるんですね。確かに一つの製品の中に何十何百の化学物質が入ってます。ですから普通に言えば特定できないんですね。でもこれだけ大きな被害がここ10年ほどどんどん大きくなってるんですね。なんか原因がないわけないじゃないですか。それで私どもいろいろ考えました。で最近特に使われ始めた、香料成分、 あるいは、除菌剤、抗菌剤、どっかしらに原因があるはずですよね。それであと、一番、柔軟成分と抗菌成分というのは、先ほどからお話がある、まあ、第4強アンモニウム塩がかなり使われているわけですけども、あと3番目に最近香りをね、アロマカプセルの中に閉じ込めてパチッと動くたびに破裂させるという仕組みを企業が開発したんですね。ですから、まあ、新しい香料技術が開発されたことも、この缶の被害の増大にやっぱ関係してないはずがないと思うんですね。まあ、このようなことでちょっと簡単に述べさせていただきます。でまず香料ですけども、まず合成香料ほとんど9割以上石油から作ってるんですよね、合成香料ですから。でそれをまああちらこちらに、まあ、ばらまいてるわけですね。でもともと環境ホルモン作用、神経毒性、もともとたくさんあるものを、まあ、3000種類も40種類も4000種類も使ってるというのが現状です。それで
こんなに郊外の騒ぎが日本だけかと思いましたら、アメリカでも匂い被害の騒ぎが今大きくなっているわけですね。それでアメリカの、市民団体が国際香料協会に一体化学物質何使ってるのって情報公開したんですね。でこのほど去年かなんかに約3000種類を公開したわけですね。それで、それを、分析すると、その約半分が、まあ、GHS というのは後から皆さん、理解していただければいいと思うんですけども、危険あるいは警告急性毒性人体に有害なるものは1500種類以上そもそも使われているわけですね。で現実に香料って書けば済んでそれが公開されてないで、環境中に飛び出している、まあ、それが今現実です。で今問題はやっぱりファブリーズ、ここであんまり企業名出すのいけないですよそれでこれを見ますとトウモロコシ成分と除菌成分香料成分とか書いてあるんですよね。でトウモロコシ成分っていうといかにも安全そうですね。安全そうなんですけども要するに環状糖類の間をつなぐのはやっぱり化学物質なんですね。でそのこれはねたまたまイソシアネートでつないでる過強さつないでますけれども、いろんな物質でこの安全そうなトウモロコシ成分つないで、それでこの穴にして、でよく消臭しますって言うじゃないですか、匂いをキャッチするとか、それはこの穴の中にキャッチして包摂するわけですね。まあ、こういう新しい香料の仕組みが最近すごく出回ってる。それは非常に大きな問題ではないか。でそれで、先ほどからお話がありましたように、洗濯物をふんわりさせるとか、いうのも、陽イオン界面活性剤の第4級アンモニウム、これ非常に大きな問題なんですね。それで科学論文なんかいくつも出てまして、マウスの実験だと、生成数が減少したりするわけですよね。でそんな、薬剤をシュッシュってみんな日本人は今家の中に撒き散らしてるわけですね。大変なことなわけです。でまあこの時間がないのでこの第4級アンモニウムについては後から皆さんこれ、今日はちょっとプリントしてないみたいですけど見ていただきたいんですけども、それで、先ほど厚労省さんからのお返事前回の要望性のお返事に、カプセルの材料にイソシアネート使ってないとか書いてありましたけども、これは、アロマリッチっていうあれ、皆さんご存知かもしれませんけど、これネットで取れる宣伝ですよね。でその中にやっぱりカプセルの中に匂いを閉じ込めて、で汗をかいたり動いたりするとパチッとそのカプセル弾けると、弾けて匂いが出てくる、そうちゃんと書いてあるわけですよね。で今これが非常に問題でして、出てくるのは、匂い成分だけじゃないんですね。匂い成分だけじゃなくて周りを合成樹脂で囲ってるので合成樹脂の素材がパチッと弾けてやっぱ出てくるわけですね。でもしその合成樹脂がポリウレタンだった場合は、ポリウレタンみんな知ってますよね、あちこち使われてるポリウレタン、枕の中だとポリウレタンですね。もしその樹脂がポリウレタンだった場合にはイソシアネートで出てくるんですけども、合成樹脂にもいろいろあるわけですよね。それで、これは非常に罪なことと思いますけれども、最近子どものお休み絵本、香り絵本というのを売り出されたんですね。でこれは子どもが絵本を開けると、それで指でちょっとタッチするとそこに埋め込まれているカプセルがパチッと弾けて匂いが出ると、これで親と子のコミュニケーションだとか言って宣伝してるんですけども、もしもその、カプセルの素材がポリウレタンだったらイソシアネートが出て非常に危ないんですよね。でそこ のホームページを調べますと、そのカプセルの被膜剤はゼラチンだとかメラニン樹脂だとかウレタン樹脂、まあいろんな合成樹脂が使われています。ですからもしね、ゼラチンの本当にゼラチンそのものの樹脂だったらね、香りが出てくるのと一緒っていうのはまあいいでしょうけども、そうじゃない場合には危険な毒性物質が出る可能性があると。でこれは企業のホームページですからね、まあそのようなわけで、でまあドイツでも最近、香り付き切手ってのがすごい売り出されて市民団体が猛反発してますね。で即時流通を中止するように、まあ、このようなわけで、今私たちとにかく私たちとしては使用を自粛していくっていうことがまず一番で、あとは企業の方に、危ない物質は使うのやめていただく、まあ、それしかないなというふうに考えています。
はい、どうもありがとうございました。ここで先ほどご紹介した伊藤和さんいらしているので、1分ほどで短くて恐縮ですがご挨拶、参議院議員の伊藤和恵子さんお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました参議院議員沖縄の風伊藤和恵子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はいろんな会が重なっておりまして本当にお伺いしてまたすぐ出ていくというのは大変申し訳なく思っておりますけど、先ほどお話がありましたようにやはり私たちはもう使わないようにしていく結論から言えば、それが一番かなというふうに思います。私も沖縄でしかも暑いところですので、汗をかく、いろんな形で、ちょっと本土とは違う状況だと思いますが、しかも米軍基地があってその基地で働く人たちがいろんな洗剤やいろんな香りを本当に持ってきて、大変な現実が今あるというのも大変厳しく受け止めております。ですからお話がありましたように私たちの体そして自然、いろんなものを考えていくとやっぱり元に戻っていく。昔はそんなことありませんでしたので何でも外から入ってくるのはいいというふうに受け止めて、実は沖縄でも本土よりももっともっと進んでいるのではないかと思うほどこういう香りで毒されている部分がいっぱいございます。しっかりそれを受け止めてきちんと本当に環境にもそして人体にも配慮した、そういう、消費者になり、そして皆さんと一緒にこの運動を一歩一歩進めていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。では次被害者の声ということで、3人続きます。まず山田ゆりかさんお願いします。山田でございます。公害の私の体験と意見を申し上げます。お手元に資料はございませんのでスクリーンをご覧ください。従前私は生徒数350人の音楽教室の経営者で年収は600万円でした。2002年リフォームの溶剤が原因で発症した化学物質過敏症が2011年に激症化し2013年に退職。経営権、楽器、設備、生徒さん、ビルの敷金も全部ひっくるめてたったの7万円で売り渡して退職したんです。理由は在籍する来出する生徒さんの柔軟在就です。たかが柔軟在就で私は職業、収入、そのすべてを失い、そしてその後は少しでも体調を良くするためにと使い果たして貯金はなくなりました。下から2行目、ちなみに以前は香水や柔軟剤が大好きでした。エピソード1、激症化の話です。解体現場の横を通っただけで再び溶剤に暴露して完全に脳がダメージを受けました。頭痛、吐き気、めまい、ふらつき、げっぷ、よだれで、吐き気の緩和に牛乳を飲もうと小さなスーパーに入りました。レジではびっくり、ぶどうにも私牛乳をバンと叩き置いてしまいました。そしてゆっくり1分ぐらいかけてポシェットからお金お財布を出しました。そして何と言ったか、アホ面でえってそのレジの女性はですね、あ、はい、わかりました、じゃあ、500円入ってるからこちらからいただきますね、いくらいくらかいくらのお返しですね、入れますよ、いいですか、はいって渡してくれました。私はわからないからお会計やってくださいが言えなかったんです。惨め、恥ずかしい、忘れたい、本当は言いたくないです。でもここで言いたいのは、そういうダメージが尾を引いて香料がダメ押しするということです。この事件の数日後、あるクリニックの入り口でアロマが焚かれていました。でその匂いで私の脳はもう長期的にアウトになりました。たかが娯楽映画の字幕3ヶ月さっぱりわからない、たかが計算機同じ計算4時間しました。簡単なものです。何十回いえ百何十回やっても同じ数字が出ないんです。もう脳が限界、メールに会話に読書に取説もさっぱり分からなくてもうダメです。人間終わります。エピソード2、自宅で柔軟剤のダメージの経験もしました。雨戸窓カーテン、それから鍵ドア全部閉めてお布団かぶってもお隣から柔軟剤臭。体調悪化、翌日管理会社を介してお願いしようとお電話、でも管理会社からして音ではないんでしょ、音ならともかく柔軟剤でしょ、そんなこと言う人いませんよ、あなた引っ越せばと言われました。
でもこれごもっともな話なんです。お隣さんも一般に売ってるドラッグストアで売っているものを普通に使っただけなんですから。この問題点は日用品だからこそなんです。これは私たちの体が毒に弱くなっているだけじゃなくて、神経毒性の成分が製品の中にあるからなんです。どうぞぜひちゃんと調べてください。3番、次、私が2階にいて夫が1階にいました。締め切った別部屋の夫の口の中にあるプラボのガムでも同様の体験をしました。たかがガムの香料です。これはたまたま理解ある夫だったから良かったものの、もし他人様や理解のない夫だったら、そんなことで具合が悪いなんて言ってたらもううんざりされて、度重なるたびに嫌われて、どんどんトラブルになって人生ズタズタになると思います。はい、こちらご覧ください。こちらは化学合成された香料がどんだけ多くの日用品に入っているかってことです。で、お線香、左1月右2月、なんと2月は葬儀のお線香を2時間我慢したらいきなり老けたという驚愕例です。ちなみにこれは先月です。さあ、毒性についてです。1、私自己紹介で申しました、香水、柔軟剤、お香よく使ってたんです。大好きだったから。つまりこれは絶対に好き嫌いの問題じゃないということ。さっきの老け顔からしても毒ですということ。2、例えば糞尿の匂いは気持ち悪いし誰だって不快だけど具合は悪くはなりません。柔軟剤は具合が悪くなるんです。命の危険を感じるほど具合が悪いから言わずにおられないんです。その苦しみはがん患者の私が断言します。がんより数千倍辛いです。そして今日私が特に言いたいのは、その時さえ何とか我慢してれば何とかなるっていう話じゃなくて、その後尾を引いて体調が悪く毒性にまみれて苛まれ続けるということです。命の危険を心じゃなくて体が感じるんです。それを私はケミカルアタックと呼んでいます。専門医ですらこの切迫感への関心が薄いことは課題かもしれません。こちらついこの間のネット記事です。丸の中、症状はすべて神経毒性を示しています。はい、まとめお願いです。香料による健康被害の調査をちゃんとしてください。メーカーさんの単一的な言葉を鵜呑みにしていませんか。ちゃんと被害調査をしたらそんな答えは出ないはずです。もう一つ、なんとか政策を考えてください。でないと化学物質過敏症が国民病になっちゃいますよ。私たちは未来に警鐘を鳴らします。ありがとうございました。はい、続いて青山和子さんです。お願いします。在住してます。で、発症しましたのが2000年の5月、56歳で、診断を受けたのが2001年の10月、北里研究所病院にて化学物質過敏症と診断されました。それから一つ抜けてるんですけれど、その下、2002年の7月に乳がんになりまして、左乳房全摘をしました。で、これは手術できたことは本当に素晴らしい奇跡みたいなことだったんですけれども、このことは大きな体験になっています。で、まあ、今日は香料のことに関してのお話を特化させていただきたいと思っております。で、化学物質過敏症として高山性製品による個人的な私 の、 体とか精神状態の症状です。これについては、一つ前提がありまして、身体症状の発現、つまり反応というのは本人の過敏度によりまして反応の個人差がとても激しいということをご理解しておいていただければ、他の過敏症の患者さんと会われた時に話が噛み合わないとか、前聞いたのと違うじゃないっていうふうな答えにはならないと思いますので、この激しさをできれば何人もの患者さんに出会って、体験していただければありがたいと思います。
で一般的に化学物質加盟症で反応するあの香料製品、これは合成だけではなくて天然の香りでも反応するものがあります。今たくさんあの示してくださいましたからいちいちはあれですけれども、それでも洗濯洗剤、柔軟剤、シャンプー、リンス、ここら辺まではとてもあの香料の量が多いのと、残る残香性っていうあの働きをしますので、これは一番厄介です。で、まあ、あとたくさん書いてあります。皆さん思われて読んでいただいてえっと思われるのは多分、香り付きのトイレットペーパーですとか、ハーブティー、紅茶ですね、匂いのつけてある、それからキャンディーとかガム、食品の中に入ってるあの香料、これもとってもあの私たちにとってはあの頭痛の種というか頭痛そのものです。で、できるだけそういうことを食べてらっしゃる方のそばには行かない。でいらっしゃったらすいません、ちょっと吐き出していただけませんか、お口薄いでいただけませんかっていちいちお願いするようなことになってしまいます。だからトイレットペーパーなんですけど、今あの大抵のものが、バージンパルプであっても香りがついているのが多くなってます。これは女性の場合は1日に何回もトイレ行きますでしょ。そうするとその使用する場所、直接粘膜ですので、あのこの香りの成分がね、みんなちゃんとくっついてくれるんです。でそうしますと、あの粘膜でいきなりやられるととても困った症状がいろいろと起きてきます。男性はちょっとわからないんですけど、女性は切実ですので、あの使いません。から天然の香りなんかはカサブランカとかってご存知ですか、白い大きなこんなユリ、あの東洋系のユリの香りはもうほとんどダメです。あとはスズラン、ラベンダー、金木犀、日本水仙、ベルガモット、ヒアシンス、でヒバ、ヒノキ杉、ベルガモットっていうのはさっき言ったハーブティー、アールグレイっていう紅茶の香り付けに使われています。でこれ今全部挙げたものの中に共通してあの CS にとって過敏症にとって具合の悪い製品、あの成分が入っています。これはちょっとお調べいただくとすぐ分かりますのでよろしくお願いいたします。それから、暴露の時の私の身体症状なんですけれども、今さっき山田さんがおっしゃったように咳とか呼吸困難、めまい、頭痛、咽頭痛、関節で、私の特徴は足の筋肉痛と脱力、匂い嗅いでしばらくするといきなり膝関節とか筋肉が力が抜けてカクーンときて時々階段から転げ落ちるという騒ぎになります。であとあの外出するとき何の工夫をするか、今帽子かぶってマスクしてで長袖着てます。もう一つ、交通機関で移動するときいっぱいくっついてるんです、座席に。どうしてるかっていうとこういうものをアルミシートで裏表こういうことになってて、中あのこう通ってこないようなものを必ずこう座席に敷きます。これやっとかないと衣類に全部匂いがくっつく、で表面だけでなくて下着まで通ってきます。で、まあ、さっきのペーパーと同じ作用を起こすだけで困っております。あと精神症状ですが、これだけちょっとお話しさせてください。加齢によって具合悪いので皆さん、認知症が始まってるかもしれないと思うんですけれど、いやそうではなくって、いきなり吸い込むと記憶がポッと飛ぶ。で自転車乗っていったの忘れちゃって買い物に行って置いてきてしまう。ところがね、これ認知症でないっていう証拠は明くる日になると大体戻るんです。で、あ、やばい忘れたとかっていうのは思い出すんです、必ず。でもそれを繰り返します。だからこれは認知症ではなくて、いろんな、こう量によって起こっている症状ということになります。あとはもう生活で工夫していることが山ほどありますけれども、外気を入れない、シックハウスでありながら外気入れると具合が悪くなると、とても矛盾した話を抱えております。それからあと裏に資料としてお付けしているのがありますので、これは今の香料の現状を書いてます。それからあとはEU がいろいろ工夫を重ねてくれてますので、これの基準にのっとったのを化粧品ではなくて全ての香料に対して規制をかけていただければありがたいと思っています。少々の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。では最後になります。
小児の被害者 の, 小学2年生の男の子の被害者のお母さんからお手紙をいただいてますので、読みたいと思います。私たちが最も、危惧しているのは子どもが過ごす集団の場での公害です。中学校の運動部の生徒は部活の際に制汗剤などを使用するのが当たり前になっているといいます。学校の先生では香りが充満する教室でめまいを起こす人もいます。また小学生でも化学物質過敏症の児童が教室に入れずに自宅での学習を余儀なくされるといったケースも出てきております。そうした困難な状態を抱えるお子さんのお母さんからお手紙が寄せられております。名古屋市の方です。公立小学校2年生の息子が校外などによる化学物質過敏症でほとんど小学校に通うことができておりません。関東から医師に往診に来ていただき診断書をもらい教育委員会小学校に提出しましたが特別支援学級へも入れず保護者の方々への交流自粛のお願いもほとんどしてもらえません。授業の内容を教えてもらえず教えてほしいと頼みましたら忙しいんだ教える必要はないと教頭と担任から罵倒されてしまいました。教育委員会の担当者からは勉強が好きな子はインターネットでも勉強していると言われました。ワックスが苦しいと言っても学校はワックスをかけてしまいます。環境を整えてもらえない中学校に来たら勉強を教える、来ないなら教えないと言われてしまいました。どうか助けてください。以上です。それではこれで被害者の方の声を終わりまして、一部最後に国への要望で田中照子さんお願いします。最後に国への要望ということでお話しさせていただきます。この今ここに手元にありますのはやったね病名登録記念シンポジウムの時のレジュメなんですけれども、化学物質過敏症が病名登録をされた記念のシンポジウムまでで2009年の10月の31日に行われました。でこの中に今回7団体の中で私たちが申し込みをしているわけですけども、その中で4つの団体がこの中に入っています。私も個人的に賛同になりました。それでこの時のですね要望が4つほどあるんですけれども、化学物質過敏症の社会的認知の推進を求めますっていうこの一つはですね少し進んだかなというふうに思いますけれども、転地医療のこと、転地施設のこととか予防原則のこととかその根本的な化学物質対策っていうようなことについてはほとんどあまり進んでないように思うんですね。でそこでちょっとアメリカの実情なんですけれども、今アメリカでは今アメリカで3億2500万の人口ですけども、メルボルン大学の先生の調査によると5500万人が化学物質過敏症と推定されるということです。日本は1億2700万で今100万人以上の方が化学物質過敏症というふうに言われています。それで日本もですね今大変な状況に来ているので、私たちとしてはこの7団体とそれから会場の皆さんとの気持ちを合わせて次のことを要望したいと思います。医師、研究者、弁護士、市民を含む化学物質過敏症に関する4省庁連絡会議を設置し、省庁間の連絡を密にし、この問題の解決に努力すること、このことについて後で要望書をお手渡しいたしますのでよろしくお願いいたします。事前回答にもありますようにこの問題については我が省の管轄ではないとかっていうような回答もいただいてまして、とても残念に思うんですね。で私たちにとっては厚労省、文科省、消費者庁、経済産業省それぞれではなくて私たちにとっては国なんですね。国としてきちんとやっていただきたいということを要望します。それで皆さん今日本当にお忙しい中来てくださいましてありがとうございました。お一人お一人ですね省庁の方には一人一人の裁量権というのがあると思うんですね。でその人が患者さんたちの化学物質過敏症で苦しんでいる人、また他にも花粉症とかいろいろアレルギーとかで苦しんでいる方たちのために一番良い方向を
方法を上に上げていただく一人一人がですね、でその上の方もまたそのみんなの要望を聞いて、そして最善の道を上に上げていただく、でそれがこう頂点になれば、もうとてもあの患者さんのためになる施策が講じられると思いますので、ぜひあの期待しております。みんなで期待しましょうね。であのよろしくお願いします。でこの回答については手始めにっていうか4省庁でご相談いただいて、あの連絡を取り合って、そして大柄議員の方にあの回答をいつ頃から始めましょうとかっていうようなことをあの回答いただければありがたいです。よろしくお願いいたします。はい、それでは一部はこれで、終了しまして、あの引き続きあのちょっと皆さんお疲れかと思いますが、2部に、移りたいと思います。各省庁の方にはですね、あらかじめあの皆さんのレジュメに、資料の中にありますように要望書をですね送らせていただいていますので、本日、それについてお答えいただき、まあ、大体15分ぐらいずつで、あと1時間ということで、この予定ですと1時半までですので、少し伸びたとしてもまあ2時までということでですね、順番に、お答えと、それから質疑応答という形を取りたいと思います。ちょっと質問の方はですね、とりあえずこれあの昨年からあの要望を出している中身ですので、あのこちらの主催団体の方が中心に、進めさせていただきます。それではじゃあ最初にもうよろしいでしょうか。はい、これ順番に、消費者庁さんの方から、最初にですね、あのちょっと簡単に、こちらで要望書の項目だけあの申し上げますので、まあ、すでに文書でお答えいただいている部分あるかと思いますけれども、せっかく今日あのもう11時半からお越しいただき、あの、まあ、被害者の方の声を聞いたり、あの原因についてみんなで考えるということで、1時間聞いていただきましたので、まあ、それを聞いた上での、まあ、お答えをぜひ、お願いしたいということと、それから、もう半年以上経っている省庁さんもいますので、この間あの実際にですね、まあ、あの検討しますということが非常に多かったのですが、どのように検討され、どのように、まあ、実行できるのかという具体的なですねお答えを、あの、まあ、前進している面のみお答えいただきたいと思っておりまして、あのこれはできませんとか、これはあの、他の省庁のことですとかっていうことはもうあの今まで私たち散々聞いておりますので、そういうことではなくて、これから一緒にやっていきましょうっていう中身についてですね、ぜひあの具体的なお答えをいただけたらありがたいと思います。あ、そうですか。はい。では最初すみません、あのちょっと消費者庁さんからお一人ずつ、はい、あの4省庁の方でこちらの前に出てきていただけますでしょうか。前に出てきていただきましたら、お名前部署等あの言っていただきまして、ですみません、あの時間が限られてますので、次の方はご準備の方をあのしていただいて、ちょっとこういった時間があの押してますので、あの急ぎよろしくお願いします。はい、じゃあ最初すみません、お名前あの部署お名前お願いいたします。消費者庁の表示対策課の西川と申します。私は家庭用品品質表示法の担当をしております。はい、あれですか、皆さんお名前じゃあ、はい、すいません、ちょっと急ぎお願いいたします。お名前だけ。消費者庁消費者安全課の梶村と申します。消費者安全法に基づくあの担当をしております。よろしくお願いいたします。消費者庁の消費者教育地方協力課というところで、国民生活センターを担当しております古川と申します。よろしくお願いいたします。消費者庁の消費者安全課で、注意喚起等を、公表している担当をやっております岡崎と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。消費者庁さんとは私たち公開110番をですね、実施して直後8月の末にですねお会いしまして、それからもう随分経っております。
テレビを見られている方はちょっと資料がなくて恐縮ですが、皆さん配っているものを中心に進めますので、詳細は述べません。簡単な要望項目の大事なところだけ私は口頭で申し上げます。消費者庁、それから国民生活センターさんにはですね、1、国民生活センターとして郊外110番を実施してください。専門窓口を設けてほしいというお願いが1つ目。2、柔軟仕上げ剤、消臭除菌スプレーなどの販売に規制をかけてください。3、郊外で苦しむ人がいることを周知徹底し、使用者に自粛を求める啓発をしてください。また、工業自粛を求めるポスターやリフレットを作成し、配布してください。等々。で、4、体調不良をもたらす物質であるシアネートの消費者製、製品への規制を検討してください。5、現在、柔軟仕上げ剤などの成分はメーカーの自主表示になっていますが、家庭用品品質表示法の指定品目にしてください。また、香料についても成分表示を求めますということでお願いをしております。で、お答えいただいているんですけども、特に、4省庁の中でも、消費者庁さんならではというところでは、やはり国民生活センターというところがありますので、こちらの方でやっぱり郊外110番、お名前は110番じゃなくてもいいんですけれども、いわゆる代わりの害で苦しむ方が困ったときに相談を受け付けるという専門窓口を、一定の、専門知識を持った方がを配置していただいて、一定期間本当に常時ということでなくてもいいので、周知していただいて、専門窓口を設けてほしいと、私たちのような本当にこう、手弁当でやっている団体がやるのはもう本当に限界がありますので、これは行政の方で、こういう苦しい今日聞いていただいたような方が本当に氷山の一角ですので、もっと大勢いるということを実際にその行政の方で受け止めていただくためにも、ぜひ窓口を設けていただきたいというのが最も強い消費者庁さんに対する、要望です。で、今5つ述べましたので、これについてですね、夏以降前進した検討している、または今日聞いてこういったことを持ち帰って検討したいということがあれば、それについてのみお答えいただければと思います。よろしくお願いします。一応、3分から5分ぐらい最初お答えいただいて、後ほど質疑応答10分ぐらいというふうに思っております。お願いします。国民生活センターの中に、郊外110番を設けてはどうかというご要望だと思いますけれども、国民生活センターではですね、110番という名前でいくつかこうしたスペシャリーな窓口を設けることはこれまでございました。例えば、最近ですと熊本大地震の時にですね、110番を設けまして、これはフリーダイヤル無料で全国からお寄せいただけると。ただこれは本当に人命に関わる短期的な、今まさに地震が起こって人命救わなきゃいけないという時に、消費者問題についてもですね、合わせて緊急に実施しているものが多い。こういったものが大体110番多いんですけれども、今日の先ほどのご意見を拝聴しておりますと、やはりこの問題っていうのは長期的な、しかも今後にわたってずっと続く話かと思いますので、実は国民生活センターでは110番という形ではありませんけれども、相談を受けるということは、随時実施しておりますので、あと、先ほどありました188、これ188を、110番と同じようにですね、警察の、110番と同じように、かけますと、地域の消費生活センターに直接つながります。でここでも、あらゆる問題について受け付けておりますけれども、この問題についても当然、地域で日本全国、これこの問題はおそらく特定の地域ではなく日本全国で起きている話かと思いますので、どこでも受け付けられますし、あるいは国民生活センターに直接ご相談いただくこともできます。で、110番という形では今なっておりませんけれども、相談としてはこれ実は5年前に、2013年9月19日付で、これ国民生活センターのホームページからもご覧になることができますが、公表しておりまして、柔軟仕上げ剤の匂いに関する情報提供というものを公表しておりまして、これ5年前でございますので、その後も継続的に注視はしているんですけれども、あと相談については、ずっとですね、全国の消費生活センターを通じて国民生活センターとしても情報収集しておりまして、で相談を受けるというのが1点とですね、あと国民生活センターでは商品テスト部という部がございまして、こちらでもですね、この手のこれだけに限らないんですが、あらゆるその情報提供になったものについて、商品テストを行っています。でこれは科学的にですね、どの物質が有害としてその体に機能を与えるのか、主観的なものよりもですね、商品テストですから物質的なものがその有害なのかどうかという観点から商品テストをやっております。こういったことを含めて国民生活センターとしては、過去からまた現在、あと未来についてもですね、
引き続きこの問題についてはウォッチしているというふうに聞いております。なので110番という形でご提案に短期的に実施するかどうかということについてはまだ検討しておりませんけれども、まあ、それも含めてですね、どのような検討ができるかをですね、今後、検討してまいりたいと思っておりますし、ただ国民生活センターとしては全国の都道府県等に対してもですね、常に協力をお願いしているんですけど、いわゆる命令的な指導権限というものがあるわけではございませんので、そういった話をですね、機会を持って通じてですね、いろいろ自治体の方にもですね、あるいは都道府県の消費生活センターの方にも広めていければというふうに考えております。はい、ありがとうございます。私たちも188とかトラブルメール箱集中キャンペーンなどもやったりしましたが、その前にその直接日本消費者連盟に電話をくださる方の中には、消費生活センターに電話したと、AI にも電話したと、そうすると出られた方が、香りの害というものについての認識が全くなくて、なんていうか相談を受ける体制になっていないということをおっしゃっています。または、日本消費者連盟でどうもそんなようなことをやってるらしいから、そちらにかけてみたらどうかということを、国民生活センターの窓口で言われたであるとか、私たちは専門家ではなくて消費者団体で、そちら側が専門家であってほしいというか、まあそうですよね、基本的にはね。だけどかけたところで受けた方々も困ってしまってるというのが現状なんです。つまりだから、その今日お伝えしたようなことすらおそらくご存じない方が電話に受けられているのではないかというのは私たちの実感です。この間関わってきてですね、でいろんな原因物質ですとかそういったものを、その本当の科学者が電話に出るわけじゃないから、それは答えられないまでも、お困りの人の困っている状況をまずきちんと把握する、でそれをちゃんとそのなんか行政として受け止めるという姿勢を持って、でこういうことを知らなければやっぱ聞く耳も持てないと思うんですね。でそういう意味でも一般的な窓口ではなくて、やはり、まあ、今日1時間でも聞いてもらったら違うと思うんですよね。でそういう方をきちっと、まあ、そちらも私たちと一緒に勉強して、そして専門窓口という形で行政の方できちっとこの問題を受け止めるというふうにしていただきたいんですけど、いかがでしょうか。確かに内容がですね、国民生活センター、あるいは地域の消費生活センターというのはありとあらゆる幅広いもの範疇でございますので、これもまあ、その現場の方から、相談員の方から見ればワンオブゼブになってしまうということがあったのかもしれませんが、基本的にはどのような相談もですね、時間をかけて真摯にまずお聞きするというのが相談部の姿勢でございますので、ただその時にあまりこの問題に対する基本的知識がない方がもしかしたら全国のどこかにいらっしゃった可能性はあります。ですから、まあこういった問題、ただ国選もホームページで公表されている、しているということもございまして、なるべく周知に努めているということではあると思いますので、引き続きですね、この問題についてもそういう相談があったらですね、まずはよく聞いて、このいわゆる郊外に該当するものであればですね、そういった観点からウォッチしていくと、相談について真摯に対応していくということが大事かなと思っております。まず今日お会いする方の中には8月にお会いした方も、まあ、含まれておりますので、ちょっとご意見伺いたいんですけども、その時はですね、8月私たち、郊外という言葉も知らないと、いうような、まあ職員さんもおられて、非常に何ていうか、これが社会的な問題だという認識までには至らずに、やはり特定の人の何か問題ではないかとかいう形で私たちは言われたというふうに記憶しております。で、まあ、この9ヶ月経ってみてですね、今日のお話も被害者の方とかの話も聞いていただいた上で、まあ、その認識に変わりがないのかどうか、やはりこれは何らか行政が解決していかなければいけない問題だというふうに認識を持っていただけたのかどうか、ちょっとお答えいただきたいのですが、はい、8月に来られた方を受けと私が記憶している中でもお二人はいらっしゃるんですが、お願いします。注意喚起とか私やってる立場でして、例えばこのアレルギーっていうことであれば、ちょっとラテックスアレルギーのやつやったんですけども、やっぱしその注意喚起する時でも個人差があるというのはもう否定できなくて、
で、あと、それをどうするかっていうと、結局は、ラテックスの場合はパッチテストとかですね、その原因とか分かって、原因が分かればそれを、近づけないっていうのが原則なんですよね。で、本件の問題は、まあ、怒られるかもしれませんけども、結局原因をどうが分からない科学的知見が今後ちゃんとした段階じゃないと、私もちょっと今注意喚起を作る際も結局は、マナーの話になっちゃうのかなという感じに思っております。だから別にこういう否定するわけじゃないんですけども、やっぱりその科学的知見がですね、ならないと、まあ、なんていうの、嫌なものは周りの人もこういう匂いが嫌だから気をつけましょう、配慮しましょう。だから多分その領域はちょっと、まあ、すいません、怒られるかもしれませんけど出ないのかなと思っております。すいません、はい、以上です。見られたんですか、科学的原因がわからないというのは調べた上でわからないんですか。あ、それは当方調べてないです。はい、すいません。国民、補足しますけれども、国民生活センターとしては、商品テストという形で調べはしていますけれども、そのこれはあと経済産業省傘下の団体でNITEというところがございまして、僕はまあ、あまり間口は経産省関係で管轄なので、電化製品とかですね、工業製品が多いのは事実なんですけれども、食品とかこういうものですね、まあ、そこもやっていて、やはりなかなか原因が特定できなかったようでございます。これ国民生活センターもそうです。この物質が原因でその匂いを嗅いだときに、実際に被害を受けることの主観的なものじゃなくて、タバコの煙のようにですね、実際にその主観的な部分、匂い嫌だという主観的な部分と、それからニコチンなどの化学的物質が害を与えると両面ございますよね。でこの問題も郊外もおそらくその匂いはいい匂いだけども、あんまり好きじゃないというそういう主観的なものと、そうじゃなくておっしゃるような、実際に体にですね、何らかの被害をもたらす物質が入っているのではないかということで、そういう観点から調べられていますね。で、先ほどありましたように物質の中にいろいろな物質があってですね、特定がなかなか難しいんじゃないかということかと思っておりますが、この物質が原因で、気分が悪くなるとか、あるいは体に物質、なんていうか身体的影響をもたらすというのは特定されてないんですね。まあ、今うちのものは申しましたように特定されてない物質を注意喚起することはなかなか難しいけれども、ただちょっとお話がありまして、個人的な問題じゃないかという対応をする場合があるんですね。これは消費者庁あるいは国民生活センターとしてはほとんどはもう個人的な問題の方がむしろ多いくらいなんですよ。でこの郊外の問題、個人的な問題というよりもむしろ幅広い、もっと幅広いですね、問題だと思いますので、本当に消費生活センターなり国民生活センターには私がどうだっていう相談が多いわけですね。むしろその方が多いと、こういう被害を受けたとかね。だけどこの問題っていうのは、それをもうちょっと超えていって、実際に幅広い方々が、多くの方が被害を受けるという、まあ、申し出ということになりますけれども、そういう相談ですので、まあ、国民生活センターとしてもそこは認識しております。なので、定期的にですね、こういった調査ものを用意しているということで一生懸命対応しているということでございます。はい、ありがとうございます。昨年の時にはこれは個人的な問題じゃないかというような観点でおっしゃる方もいまして、私たちとして非常に残念だったんですが、かなりこの半年ぐらい経ってですね、個人的な問題ではない、かなり大勢の方がいる社会問題であるというふうに認識を消費者庁さんが改めていただいたのはとても良かったなというふうに思っています。ただその先ほどの専門窓口のことについて言えば、もっとたくさんの声がどのぐらい集まれば、じゃあ専門窓口設けてもらえるんですかって前回聞いたときに、とにかくたくさんっていうお答えしかなくて、たくさんっていうのはどのぐらいでしょうねと言っても、具体的な数値は出てこないということなんですが、改めてすみません、一番手前 の座っていただいた方、8月にもお話しいただいたと思うんですが、その時からのこう認識の進展と、それから、この窓口を設けるになってて、どのぐらいの数がどういうふうな形で明らかになれば、窓口が設けられるかお答えいただければと思います。先ほど申し上げたとおり、私は家庭用品品質表示法の担当としてこちらに今もらっておりまして、質問にありましたご骨についての、担当になっています。家庭用品品質表示法の話をお答えすれば
よろしいでしょうか。であれば今お答えができますが、進展していることがあればお答えいただきたいんですが、はい、あれか検討しますと言っていただいた後に具体的に何か進展していること のみおっしゃっていただければ、あの時間もないので進展がなければ結構です。はい、進展がありますので、じゃあ簡潔に申し上げます。家庭用品品質表示法というのは、消費者の人の商品選択の際に資するようにその表示を義務付けるための法律です。今回その問題になっているそのいわゆる公害というのは、その柔軟剤等を使用している本人ではなくてですね、周辺の方が被害を訴えている、こういった事象なのかなというふうに思っています。で、こういった観点から、どのよう表示でですね、何の対応ができるのか、どんな対応ができるのか、例えばそのマナーアップ、周りの方へのご配慮をお願いします、こういった表示は、もしかしたら可能なのではないか、こういった話をですね、業界団体と、話を今しております。で、彼らに、例えばワーキンググループとかを設置して、何ができるのか、まずは、考えてみなさいというようなことを、申し伝えていて、今実際に検討を始めているところです。以上です。では時間がないので、これで消費者庁さん終わりにしたいと思います。ありがとうございます。はい、では次速やかに移動の方をお願いしたいと思います。厚生労働省さんでよろしいですか。次、はい、はい、最後までいただきたいと思います。一応1時半伸びても、もうちょっとですので、ぜひ4省庁さんの、一番最後にですね、4省庁さんに先ほど田中さんからお願いした件を1枚お渡しする予定ですので、それをお受け取りいただくということで完結しますので、最後まで、いていただくようにお願いいたします。それでは厚生労働省さん、お願いします。はい、化学物質の規制を担当しております、厚生労働省医薬生活衛生局化学物質対策室の小池でございます。よろしくお願いいたします。同じく化学物質安全対策室の蓮見でございます。疾病対策を担当しております健康局難病対策課でございます。それでしたら前回要望させていただいたことについての、お答えを先ほどプリントではいただきましたけども、一つずつお願いしたいと思います。はい、簡潔にご説明をさせていただきたいと思います。要望1と6にいただいてまして、実態の把握と表示等を施設においてというようなご要望かと思います。厚生労働省といたしましてはですね、業界とも協力して実態把握を努めておりまして、消費者による柔軟剤の過剰使用を防止するような対策を行うよう業界に伝えているところでございます。それによりましてですね、業界において CM などによる香りマナーの啓発ですとか、香りの強さの目安の公表などに取り組んでいるところと承知しておりまして、今後もそのような取り組みを推進していくことをお願いをしていきたいというふうに思っているところでございます。またその各自治体の施設における香料被害に関するご指摘につきましてはですね、関係省庁および関係部署に対して適正情報共有をしていきたいというふうに考えているところでございます。で、要望2について、香料の安全性の件ですけれども、柔軟剤や消費者剤に等に使用されている香料についてですね、香料が安全に使用されているようにですね、香料の業界の方が自主的に定めて世界的に運営している実習基準、イフラスタンダードというものをですね、に適合した香料を使用していると、そこから外れたものとは使っていないというような形で業界より伺っているところでございます。今後も業界に対してですね、安全性の担保されている香料を使用するように伝えてまいりたいというふうに思っているところでございます。で、要望3、第4級アンモニウム塩の件ですけれども、除菌消臭剤に用いられている第4級アンモニウム塩につきましてですね、人に対する健康影響等に関しまして、業界の使用実態等を把握しながら、引き続き検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。で、要望を読んでいただいていますイソシアネト類のことですが、先ほどもちょっと中でご紹介をいただきましたけれども、業界確認させていただいたところですね、国内のほとんどの柔軟剤におきまして、マイクロカプセル中にイソシアネト類を使っているという製品存在しなくてですね、過去に使用している例もないというふうに聞いておりますけれども、今後必要な知見の収集に、引き続き努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
で要望後家庭用品規制法の件でございますが、同法について当室で担当しておりまして、家庭用品規制法につきましてはですね、家庭用品に含有する有害な化学物質の含有量などを規制する法律であってですね、販売禁止とか回収命令等を行うのであればですね、強制力のある処分に見合うだけの確固たる理由が必要になるところでございます。現時点ではそこまでのですね、方向があるというふうには認識しておりませんが、科学的に評価された知見を得られればですね、必要な規制や指導については検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。要望7について、要望7についてお答えをさせていただきます。いわゆる化学物質過敏症、これにつきましては平成27年度に環境省の方で研究がされている報告書の方から抜粋させていただきますが、環境中の微量な化学物質の暴露によって多様な症状の誘発や増悪を与える本体性多種化学物質過敏状態、これをいわゆる化学物質過敏症とこちらの報告書ではまとめられておりますが、これらの患者様への支援を行うためにはいわゆる化学物質過敏症であると正しく診断される必要があると考えられます。しかしこのいわゆる化学物質過敏症についてはその病態や発症メカニズムが未解明な部分が多く、医学的に確立された客観的な検査、それから客観的な診断基準等も存在していないのが現状でございます。このため厚生労働省といたしましては研究の進捗を注視すること等によりいわゆる化学物質過敏症の疾患概念や診断基準に関する知見を可能な限り収集をしてまいりたいと考えております。以上です。すみません、以上でございます。はい、厚労省の方、皆さんありがとうございました。要望2につきまして、考慮を世界的に、安全な実施基準のもとに考慮が使われているというお話でしたけれども、今日先ほど私パワーポイントで示させていただきましたように、実はその、イフラですね、国際考慮協会が使っている3000種類の中の半分ぐらいは結構毒性の強い物質であると GHS についてということが最近、それもごく最近去年分かりましたので、今後さらにこの業界が安全だと言っていることが必ずしも安全でないというスタンスで、もうちょっとその考慮問題をやっていただきたいなというのが第2問目です。そして第4級アンモニウム塩なんですけれども、これから積極、検討してまいりたいというふうにおっしゃってくださって非常に良かったんですけども、除菌抗菌剤で、つい去年かなんかに、抗菌石鹸、薬用石鹸使われてたトリクロサンプラス19種類をアメリカで使用禁止にした直後に日本で、使用自粛になったんですよね。それで今アメリカでこの第4級アンモニウム塩にはかなり疑いがかかってまして、FDA が、企業に安全性を示す証拠を、開示するようにというような動きになってますので、いつもアメリカが禁止した後に日本が禁止するというふうに全てなってますけれども、たまにはその日本も少し頑張ってやっていただきたいなと。もうアメリカは本当に安全性を示す第4級アンモニウム証拠がない限りとか、あと健康に悪影響はないかということをメーカーにもう要求していると、そういうデータを、そういう段階に来てますので、とにかくこの第4級アンモニウム塩がファブリーズにも入っているし柔軟剤にも入っていると、今すごくそのあらゆるものに入っているわけですね。今まで使っていた抗菌剤が禁止されたもので、ですから非常にキーになると思いますので、厚労省としても、頑張って検討を進めていただきたいなというふうに思います。それで次に先ほどの香りが弾けるアロマカプセルですね、その素材を業界に問い合わせていただいた結果、エソシアネート類はないという業界の答えということですけども、でもホームページで先ほどお見せしたように香りカプセル、ね、香りの絵本のカプセルの素材、合成樹脂の中にいろんな合成樹脂がある中にウレタン樹脂って書いてあるんですよね。でウレタン樹脂の素材っていうのはイソシアネートなんですよね。ですから使ってないはずはないと私は思うんで、さらに厳しく、それでもし子どもの絵本などのようにね、子どもの指が触った途端にね、イソシアネートが出るなんて非常に危険な状態ですので、もっと厳しく厚生省は業界に指導していただきたいと。せめてゼラチンとか安全なものでマイクロカプセルを使用すること自体はやめてくださればいいんですけど、今ものすごく流行ってますので、
せめて安全な素材でやるように業界を指導していただきたいなというふうに思います。はい、以上です。ん、 あとご意見。はい、今のことです。はい、すいません、ありがとうございます。234について追加でご要望いただいたかなというふうに思います。香料枠については先ほど教えていただいた情報を踏まえてですね、より安全性確保する仕組みという話について、業界側とで、もうインフラのスタンダードも基準自体はホームページと公開されてますけれども、それでを遵守しているということだけで本当にいいのかという話については引き続き業界とに確認を求めていきたいなというふうに思います。で、ダイオキアアンモニウムへのところにつきましてですね、まあ、FDA の状況等要望にも関係していただいている有害性の情報いろいろございまして、ただ、まあ、ダイオキアアンモニウム塩と言われましても一応いろいろとその類型があってですね、それごとの毒性という話があろうかなというふうに思いますので、毒性等が疑われる、ダイオキアアンモニウム塩に関する科学的情報と製品の方に使われている、具体的な化学構造の話付け合わせた上でですね、引き続き健康影響等について検討してまいりたいというふうに考えています。で、マイクロカプセルのイソシアネート類、これちょっと業界団体でほぼほぼカバーしている大きな業界団体に聞かせていただいて使用してないというようなことで答えていただいているんですが、先ほどのご指摘を踏まえてですね、ちょっと私どももその報告許可が明示的にないので強制力を持ってっていうなかなか難しいところでもあるので、経産省さん等々相談ご協力させていただいてですね、企業側に対して本当にイソシアネート類が出るような製品がないのかという話はより丁寧に確認をさせていただきたいなというふうに考えているところでございます。はい、ありがとうございます。他の省庁さんに私たちも要望を出してもですね、やはりその原因物質が特定できないとかですね、やっぱり厚生労働省さんが何らかの指針を出さない限りは動けないとかですね、お話の中でどうしても出てきますので、やっぱり厚生労働省さんにはもう本当にこの問題について早急にですね、お対応いただきますようにぜひともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは次文部科学省さんお願いいたします。文部科学省健康教育職域課の小出と申します。同じく文部科学省健康教育職域課の竹谷と申します。よろしくお願いいたします。2月にお話をさせていただいてありがとうございました。それで22日今日のためにということで院内集会のためにということでご回答いただきましてありがとうございました。ちょっとそのことについて私たちとしては文部科学省の健康的な学習環境を維持管理するためにというその参考資料の中にシックスクール対策として挙げられた6物質、フォルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンが対象になっています。でも今ですね、シックスクールに関してはかなりその対策が進んできていて、まあ、完全ではなくてもですね進んできているんですが、今一番児童生徒の健康を害されている物質は教職員、児童生徒、保護者などが使用する柔軟仕上げ剤、消臭除菌スプレー、制汗剤などの日用品であることから、早急にその参考資料、そのシックスクール対策としての6物質だけじゃなくてですね、その柔軟仕上げ剤とかそういう消臭除菌スプレーとか制汗剤とかそういうものも入れて、そして改定してほしいということをお願いしたんですけれども、ちょっと私は文章を持ってますけれども、その回答をちょっと読んでいただけますでしょうか。はい、すみません。否定的な内容はあまり入れないよってことですよね。はい、でまず否定的というよりもじゃあお話ししますね。はい、
まずこの、参考資料の改訂に関してなんですけども、今現在ですね、そこの改訂作業っていうものを今進めているわけではございません。ただ今後ですね、シックハウスに関しては厚労省の方でもシックハウス の, その有機気圧性化合物ですね、気圧性化合物に関する基準とは変わりますので、まあ、今後ですね、こういうものを改定した場合にはその時の状況、各省庁のですね、動き等も踏まえて検討していきたいなというふうには思っております。でただ、先ほどもいろいろお話ありましたように、物質がですね、大体これに書いてあること自体はその化学物質に関してどのぐらい基準にあるものに関しては気をつけましょうという明確になっているものに関してご紹介しているという状況ですので、そこまでどういう形で紹介できるかというのは今後その検討会を踏まえて考えていきたいと思いますが、現時点で何か動きがあるというわけではございません。ただその後にですね、各都道府県に通知してくださいということ等もここ中に記載していただきましたけども、通知に関しましても現時点でですね、私ども文科省の方で何か明確なその知見があるわけではないので出すことはできませんといって何もしないというのはやっぱり問題だと思っています。やはりこのような化学物質過敏症もそうなんですけども、きちんとそれに踏まえてこういう公害に関する問題もありますということは周知していく必要はあるとは思っています。その方法として通知という形ではなかなか難しいところがございますので、私の方がですね各教育委員会を集めて研修会等を行ったり、私の方が教育委員会等を呼ばれて講習会研修会等を行うことがございますので、そういう折にですねこういう公害というものもあるということを周知していくということは大事だと思います。そういうものが原因となって苦しんでいることもいると、ですから現場でそういう苦しんでいることに対しては化学物質過敏症と同じように対応していくということを考えていただくことは大事ですよという話は伝えていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございました。この参考資料のここの中にですね、お話し合いの時にちょっとお話しさせていただきましたけど、化学物質過敏症という文字の前に必ずいわゆるって書いてあるんですよね。病名登録されてきちっとその認められたものにその全部にいわゆるっていうのがついてるのについてちょっと皆さんに説明していただけますでしょうか。ここは先ほど厚労省の方からもですね、この検査がそう明確にとその確立した検査法がないとかっていうところもございまして、いわゆるという形で付けさせているというところだというふうに私は認識していますので、ここに関してはちょっとご了承いただければなというふうに思っています。で今ですね、先ほども名古屋の方のお子さんの話がありましたけれども、学校で授業が受けられていない、そして堺の小学生は校庭の片隅で勉強している、それかでも中にはそのトレーラーハウスを作ってそしてそこで勉強してたり、小さなハウスを作ってそこで勉強できたりしている子もいるわけなんですよね。やっぱり教室でみんなが使っている児童生徒が使っている柔軟性剤とかそういうものを飲まれたから教室に近寄れないわけですね。でそういうことについてその着工製品の使用に関してそういうその学校はそういう強い香りの製品をつけてくるところではないことを児童生徒に注意して喚起してほしい、あと保護者にもですねっていうことをちょっとお願いしてるんですけれども、これは回答としては国民消費生活全般の課題として議論されるべきものであり当省の所管外であるというお返事でちょっと冷たいなというふうに思うんですけれど、そのある程度その職員の方とか教育委員会の方とかそういう方だけの話し合いの時にされるんではなくて、やっぱりもうあまねくいろんなその学校とか教育委員会に徹底していただいて、そういうことをきちっと指導していただくわけにいかないでしょうか。先ほどの消費者全般の話だと、生活の全般の話だというのは、その着工製品の使用に関してということに関しては、その国民消費生活全般の課題だというふうに考えております。つまりそこは要するに製品として世の中出回っている以上、それを購入をちょっと控えてくださいというふうには私どもの方から言える立場ではない。ただ大事なのはそういう子どもたちが出てきた時にいらっしゃる時にそこに配慮するということは大事だと思っています。なのでそういう子どもたちが苦しんでいる子どもがいる場合にはそういうところ皆さん気をつけてくださいねとかですね、そう配慮してくださいねということを、周知していくというのはこういう研修会等でですね、教育委員会を通じて各学校に連絡していただきたいなというふうには思っているところです。
保険頼りとかですね、それからポスターとかですね、そういうのを作っているのも40ぐらいの自治体と市民団体が作っているわけなんですけれども、それを掲示しているところもありますので、そういうものをその保健室の前に貼るとかですね、各学校でそういうことをこう貼ってくださいっていうようなことをお願いすることはできないんでしょうか。文科省の方から特定のですね、ものに関して啓発してくださいという形でご紹介するっていうのはなかなか難しいのかなと思います。それも学校それぞれでそういうことまでいるから、そういう皆さんそういう認識を共有しましょうねっていう話をしていくと、そこはもう学校独自でご判断いただきながらやっていただくというのが大切なのかなと思います。今非常にその苦しんでいる子どもたちがいて、でそれは親も知らないで、その毒性とかそういうことに知らないで使っているものが、また子どもがあれで、またその教室で別の生徒がっていうことなわけですよね。とどのぐらいの数 の, そ, のそういう困ってる苦しんでいる児童生徒がいるのかっていうのを大体調査しないと対策で立てられないと思うんですね。でぜひ文科省として各都道府県に実態調査っていうことをしていただくっていうふうにお願いしていただきたいんですけれども、それはいかがでしょうか。数が全体の今の状況が分からなければやっぱり対策は立てられないと思うんですよね。はい、おっしゃることはよく分かります。そういう調査に関してっていう話は伺います。で難しいのはこの調査した場合にそれがその校了による影響なのかどうかっていうのがなかなかわからない。つまり先ほどお話もあった化学物質過敏症ですよね、キャスリー鉱物シックスクール、そういうものの影響かもしれない。そこは混在して出てくる可能性もあり、明確な数字はなかなか出てこないっていうのがやはり大きな問題なのかなと思います。ただ、私そういう、研修会等ですね、お話を聞く際に、そういうような状況ございますかとかですね、そういう話を伺ってることありますかってことは確認しながら、そのよ世の中どのぐらいですね、明確には分かりませんけども、そういう状況を把握しながらですね、やっていきたいと思っています。分かりました。そちらの方は 何度書かれていらっしゃるんですか。前回お会いした下野が変わりまして、移動しまして、その代わりに来たもので、まだちょっとまだ明確に分かって一緒に同行して来てもらったって形なの で、はい、申し訳ございませんが、皆さんの中からここでちょっと聞きたいっていうことがありましたら、すいません、フルスピードで進んできましたが、ようやく時間通りに追いついてきたということで、ここで、すいません、15分ずつということでまだ時間があるので、とりあえず文科省さんに学校とか幼稚園とかそういう公共施設とかですねに関しての何かご質問があれば、ということですが、どなたかいらっしゃいますか。お一人じゃあよろしいでしょうか。質問、短い質問ね。質問と言いますか、具体的には、その科学的知見とかがない限り、法的な手段はないに一つ取れないということと、あと都道府県とか市町村に対しては当然教育の自治権っていうものがあったので、国は滅多なことでは介入できないっていう、ちょっといろんなところで介入してるって話もありますので、それを本当に被害者の側がどうしても絶対国が命令してくださいっていうこともまた言えないと思うんです。ただ実際に子どもたちが学びたいと思っているにもかかわらず学べないっていうのは教育権が侵害されていることですので、その点にまず立脚していただきたいと。これは質問というより要望で、それで最大限何ができるかを考えていただきたいなということです。はい、ありがとうございます。その勉強できないことに関しては、これはもう公害だけではなく、この化学物質過敏症に関しても同じだと思うんですよね。でこちらの方にもきちんとそういう勉強に対してですね、協力してやっていきましょうと、そういう場を提供していきましょうということが書かれておりますので、そこの周知というものをきちんとしていかないといけないのかなというふうに思っております。そういう研修機会等でここに関してはですね、きちんとお伝えしていきたいというふうに考えております。じゃあそちらの方。すでに文科省さんで出していただいているこの通達の中には、集団のおしまいの方に学校の備品について洗剤や芳香剤、消臭剤について注意する必要があるという文言が入っておりました。でそれは備品に限ってのことなので、それを拡大した形でもう一度現状を踏まえて
再通達あるいはそういうふうにしていただけないかなというふうに感じます。そのことでそこにその一文があることで実は宇都宮市の担当の職員は文科省さんの通達の中にそれがあるんであればバックアップがあるということで私たちも強く言えるから、まあ、担当官の上の方ですよね、考慮しましょうということでシックスクール対策マニュアルに全体の文字を入れてもらったことがございます。すでに考慮して入れてくださっているのでそこをもう少しこの現状を踏まえてクローズアップしていただければなと思うんですけれどいかがでしょうか。それともう一つ学校だけじゃなくて保育園が非常にひどい状況で宇都宮市のある保育園では税理さんが、通えなくなって3名ぐらいですか。で急遽、延長保育をしてそれで保護者さんを全部お呼びして潜在の学習会を開いたという経緯があります。そして理解をいただいて子どもさんが行けるようになったということ で最近では僕の保育園で、保育士さんが特別なあれじゃないんですけれどもその匂いについてちょっとクエスチョンなのよねという声が上がっているというのを聞いています。ですからちょっと保育園も含めてせっかく群馬の中で勉強していただいているんですからその現状を踏まえてプロダクトした形での再通達あるいは通訳機の何かの表示表現をしていただければなと思います。以上。はい、コメントありがとうございます。まずはじめに、先ほどおっしゃられた潜在芳香剤消臭剤に関するご意見のところでそれは今回あらかじめ渡した資料の話をされているということでよろしいでしょうか。他の何か、参考資料こちらに書いてあるっていうでこちらの方に潜在って言葉潜在ってこう書いてありますか。それ書いてあります。芳香剤と消臭剤は書いてあると思うんですけど潜在も書いてあります。潜在も書いてあります。お分かりなりませんね。すいません私が見たところは分かりました。はい、備品のところです。はい、ですね、備品に関してなんですけどもそこは納品を商品を納入した場合等ですね。その場合には新たなそういう懸念がある場合にはきちんとあらかじめ気圧性化合物影響がないかどうかを確認しましょうということがこの学校環境衛生基準というもので決まっているんですね。それできちんと測定してもらっているというところなの でその物質に関してなんですけども基本的に今あらかじめ定まったものに関して測定していくということです。で今回今ちょうど学校環境衛生基準が一部今回お話しあったところに関しては全く変わってはいないんですけども一部改正が行われて他の部分でですね。でそこで今回そういう変わりましたということを周知していきますので、そういうですね気圧性有機化合物に関してもきちんと測定してくださいねということは周知していきたいと思います。でその後の保育園の話に移りたいと思うんですけども保育園に関しては実はその文科省の管轄じゃなくて厚労省になってますね。ただ養護連携型認定こども園と幼稚園に関しては学校というふうな考えになるので学校関係性基準にのっとって管理していきましょうということになっております。ですのでそこに関してはきちんと学校薬剤師と協力してこの環境衛生検査というものをやっていただきたいというふうにお願いしているところです。ですので、その検査をですねきちんとやっていただきながらこの子どもたちの健康を守っていただきたいということを、進めていきたいというふうに思っているところです。はい、ありがとうございます。比較的順調に文科省さんはじゃあこれでよろしいですか。はい、ありがとうございます。で、これで経産省さん次お願いしまして、あと時間があるので、せっかくですので会場の方から、2人くらいはご質問なりご意見伺えるかなとは思うんですが、たくさんの方はちょっと難しいので一応消費者庁さんから皆さんまだお時間いていただけておりますので経産省さん終わってからお一人二人くらいはちょっとご質問ご意見言っていただけるかなというふうに思います。ここで来ていただいている議員さんと秘書さんのご紹介をいたします。衆議院議員葛飾昭宏さんの秘書さんが来ていただいております。はい、あと、衆議院議員、大河原雅子さん、こちらの場所を取っていただいて本当にありがとうございます。秘書の方に来ていただいております。はい、では経産省の方よろしくお願いします。ありがとうございます。お手元に
質問の方は先にお話ししてあるかと思いますけれども、4項目あります、各項目を今ずっとお聞きしてるとみんなかぶってる部分がたくさんあると思うんですけれども、今私たち経産省さんに一番お願いしたいのは、事業者に対して の, 指導っていうのは経産省さんでないとできない話ですので、そこのところをちゃんとやっていただきたいすれば、厚労省にも文科省にも消費者庁にも関わってくる話になるのではないかと思います。で今回の場合石鹸洗剤か工業会社、非常に強力でありまして、なかなか私たちの立ち打ちができません。でそこのところをなんとかお願いできればと思っておりますけれども、一番のところからすでに質問が出ておりますので、これに対してご回答を、文書ではなくてお電話でいただきたいと思います。最近のはそうですね、はい、一番新しいのはいただいたんですけれども、順番にまずは経産省さん自己紹介をお願いいたします。はい、遅くなっちゃってごめんなさい、すみません。すみません、経済産業省の素材産業課の、岩谷と申します。生物科学産業課の関と申します。岩谷と同じく素材産業課の森野と申します。で日没に対する回答でございます。基本的にはですね、確か先ほど厚生労働省さんが答えされたと思うんですけども、まさにおっしゃっているその石鹸洗剤工業会の方に、確認いたしましてですね、石鹸洗剤工業会の会員である、国内メーカーの、会社においてはですね、柔軟仕上げ剤にはイサシアネートは使用していないというふうな、回答を得ているというところで、ございます。でまた一方 で, そのではそのアロマカプセルその、どのような、ものが使われているかというところについてはですね、これはその、具体的なその、物質というところについては基本的にはその競争領域であるということで、個別にそのどの物質かというところについてはお答えするのはなかなか、難しいものがあるというふうに回答して、回答があったというところでございます。でいずれにしましてもですね、製品そのものについては会社がですね、OECD など の, そのガイドラインに基づく安全評価をした上で製品を出しているというのがこの、業界側からの回答になっているというところでございます。ありがとうございます。そうしますとね、イソシアネート類なんかは、柔軟ゼミを使っていないという回答ということなんですけども、そうしますと、香料のマイクロカプセルを包んでいるものに対して何を使っているかというのはお分かりいただいているんでしょうか。すみません、そこのところについて要はアロマカプセルの中身ということでございますけど、はい、食べたいですね。はい、はい、そこにその どういう成分というか化学物質を使っているかというところだと思うんですけども、はい、何ですって思うんだろう。多くはウレタン樹脂を使っている。ウレタン樹脂を使っているっていうのが前提なんですけれども、はい、そうでないとすれば、はい、どういうものを使ってマッカルのカプセルを作ってらっしゃるかというところですね。はい、はい、そうですよね。だから そこ の, そのどういうものを使っているのかというところについては、うん、企業の方々 の, そ, のそれぞれ の, その競争領域になるので、そこはちょっと答えすることは難しいというのが業界側からの回答だったというところです。いつもね、そこのところで、話が止まってしまうんですね。で確かにそうかもしれないんですけれども、じゃあ業界の方は全然その経産省は今そういう報告はしないということなんですか。そうですね、はい、その状態で製品が作られている。はい、そうしますと消費者にとっては本当にもう何もいいところで何もわからないという状況に陥るわけなんですけれど、それであれば、何に反応しているかを突き止めることも難しくなるという。いや、
ですので、その、まあ、その、市場に出ているその商品の当然その安全性とかですね、当然その、化学物質一般についてのその、その人のこうへの影響とかそういうもののその、毒性のその検査なりその規制なりっていうのは当然その国としてあの見ているところがございますので、その規制を、規制にかかっているような当然その化学物質とかですね、そういうものは、当然規制があった場合にはそれを使用しないようにとかですね、そういうような規制は当然あの、かかっているというものでございます。ということは何使ってるかは、経産省さんとしてはお分かりになってるわけですよね。でないときそういうことはできないわけですかね。個々 の、 その、商品についてどういうその、その成分を使っているかというところについては、我々その、要は開示を求める義務とかそういう権限とかそういうものもないのでですね。はい。そうですね。はい。はい、本来であればですね、そのイソシアネートを含めてどういう成分を使っているのかっていうのは彼らその、まあ、それも含めて競争領域なので本当は答えたくないというところではあるんですけど彼らですね。ただそのこのまさにそのこのイソシアネートっていうところについては、昨今こういろんなところでですねお話を、いただいてますし、まあここまあそのまあその結構当然イソシアネート自体はですね当然その、まあ、まあ危険性というそういうのもあることは確かに事実だと思うんですね。まあ、そういうものについて、まあその業界として、業界の各メーカーが使ってないというところはこれはきちっと、対外的にも伝えた方がいいというふうに判断をして、なのでその、自主的に、そこについてはその、使ってないということを公表しているというところでございます。そうすると全メーカーマイクロカプセルの中にはそのマイクロカプセルを作っている壁材にポリウレタン系のものとかイソシアネートを配合されたものは使ってないということですか。はい、我々がその、その石鹸製材工業会に聞いたところ、彼らの その属している国内メーカーについては、イソシアネートは、使っていないというふうな回答があった。そういうことです。そしたら何を使っているのかというのはとても消費者としては知りたいことですよね。何か使わなければマイクロカプセル作れないじゃないですか。そこはですね、結局そのマイクロカプセルが結局その、その健康被害、その健康被害、その化学物質過敏症のとの因果関係のところ、先ほどその、偉いその厚生労働省さんとのやり取りであったようなところが多分その明らかになってくるかどうかっていうところになってくるかと思います。というような話でちょっとここのところはまだ進んではいないような気がいたしますので、ぜひ何使ってらっしゃるのか、代わりに何をカプセルの素材として使ってらっしゃるのかというところは、ぜひとも調査していただきたいと思います。はい。スライドの時で申し上げましたけども、例えばおやすみ香り絵本なんかの、カプセルですね、アロマカプセルの素材としてはゼラチンだと、ゼラチンとか尿素樹脂、メラニン樹脂、ウレタン樹脂、ポリウレア樹脂などいろいろちゃんとこれは皆さんネットで調べても出てきます。だからいろんな種類の合成樹脂が使われていると。それでまあここで石鹸工業会はポリウレタンは使ってないと言ってらっしゃるということですけどね、本当かどうかちょっとそこは分かりませんという話。はい、そこそこを経産省さんがちょっと掴んでいただければありがたいなと思います。でそうすればはっきりと私たちも使ってないんで大丈夫なんだっていう認識にはなると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。で次ですけれども、この3番 CM の自粛なんですけど、これ今テレビ見てますと、ものすごい勢いで、コマーシャルしてまして、で国民生活センターさんが匂いに敏感な人もいるからっていうふうな啓発をしてくれとった後、ちょこっとペロッと出るんですけれど、これは一瞬で目にも止まらぬ速さで消えていきます。でもうちょっと
こういうふうなコマーシャルを自粛させるっていうことはどうしてもできないでしょうか。我々すみません、我々強制力を持ってですね、何かその業界に何かこう権限を持っている、その指導権限とかその規制権限を持っている立場ではないのでですね、まあ、まず そこはなかなか難しい。要はそれがある場合には、要は例えばその、まさに化学物質に関する規制があれば、その規制に基づいて当然 そういう物質は使わないようにっていうようなことはできますけれども、一般論としてその、我々はその、この業界に対して何らか規制をかけるとか強制的に指導させるということはできないということはちょっとご理解いただきたいという上で、今のお話でございますが、まあ、そういう意味ではその業界に対してその、まあ、どういう取り組みがさらなる取り組みとしてできるのかというところについては当然その、まあ、議論しておりまして、まあ、先ほどその、まあ、柔軟剤 の、 その、まあ使う量はですね、まあ、結構その、まあ、大量 の、 その柔軟剤を使うということで、それでこう、まあ、結構その、まあ、匂いとか、あるいはその、放出量というのが、まあ、多くなるというようなこともありますので、まあ、そういう点で言うとその柔軟仕上げ剤 の、 そのマナー啓発について、その適切な量を、まあ、その使いすぎないようにしましょうとかですね、まあ、そういうことを、柔軟仕上げ剤 の、 その表示自主基準にですね追加するという方向で今業界の方で今議論を開始させる、ところだというふうな形で、まあ、そういうことでですね、まあまあ、これらに、まあ、ご指摘いただいたようなマナー啓発についた、ところにその資するようなです、ね、取り組みというところを、まあ、業界とも議論しながら今検討しているというところでございます。ぜひ進展するように私たちは希望しておりますので、よろしくお願いいたします。それからあと4番ですけれども、化成品種表示法でその求められている内容というのは今工業界が表示しているわけですけれども、工業全体として表示する義務が今のところないわけですね。これを明らかにすることはこれ以上やっぱりできないでしょう。そこですね、まさにここにその、まあ、家庭用品品質表示法というところをご指摘いただいておりますけど、おそらくここの中でもですね、香料は香料という形で書くようにという書き方をしていますので、そこがその、この まさにその柔軟剤とかがその対象になるかどうかっていうところでは多分なんとしても多分そこは変わらなくてですね、まあ、むしろその、まあ、この、この業界団体の方では、まあ、まさに先ほどおっしゃっていただきましたけど、まあ、その柔軟仕上げ剤の表示自主基準というのを基づいてですね、まさにその家庭用品品質表示法 の、 その規制対象ではなってないんですけれども、まあ、それ求められているその同等レベル の、 その成分表示を、まあ、すでに今行っているというところでございますので、まあ、そこはその、まあ、業界としても当然その、まあ、やるべきところはまあ基本的にはやっているという、まあ、そういう認識かなと。一つちょっと伺いたいんですけれども、日本石鹸洗剤工業会が出している資料はですね、経済産業省鉱工業動態統計調査室が資料としてなってまして、それを作ったのは石鹸洗剤工業会なんですが、柔軟仕上げ剤2005年当時高濃度品と高濃度品以外のものっていうふうに分かれてまして、その頃高濃度品が14万7863トンで、高濃度品以外のものが8万4000トンだったんですが、これがだんだんにですね、高濃度品が増えていって、高濃度品以外のものが減ってきてるんですね。それで2008年にアメリカダウニーが日本に入ってきたと思うんですけれども、それ以降ですね、2011年から柔軟仕上げ剤の濃度の区分が廃止されましたってなってまして、高濃度と高濃度以外のものっていうのが分けられなくなったんですけれども、これは全部高濃度になったっていうふうに解釈していいんでしょうか。ちょっとそこについては事前にちょっと質問いただいてなかったんですけど、ちょっとそこは、すみません、はい、とっても販売量がですね、柔軟仕上げ剤が突出して多くなっていて、今去年のあれですと39万8154トンなんですね。2005年の時が23万2000トンですので、非常に多くなっていて、そして
香りが持続するというものとということで、これはその、化学物質過敏症の方のあれにはとても影響を与えているんじゃないかなと思いますので、ちょっとそこの辺のところも調べてお返事いただければと思います。いろいろお答えいただきましてありがとうございます。法律ができなければ何も前に進まないというのはよく分かっているんですけれども、ぜひ業界への指導としまして、経産省さんに頑張っていただかないと前に進みませんので、ぜひともこの香料の全成分表示というところに関して動いていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、一応これで4省庁の方個別にっていうお話はなので、あとすみません10分ほどですね、せっかく会場から来ていただいてますので、全員の方は無理なので、2人ぐらいの方にはご質問ご意見、皆さんいっぱい言いたいことあると思うんですけど、述べさせていただいて45分ぐらいにはもう終わりたいなと思っております。で、最後に4省庁の方にちょっとお渡しするものがありますので、それが終わるまでは皆さん少し、お待ちいただきたいと思います。それでは会場から、はい、ちょっと発言者の方から、はい、ありがとうございます。山田です。全省庁さんにお願いがあります。それからマスコミの方とか皆さんご興味ある方も文系でもできるので、ぜひお調べいただきたいことなんですけど、全省庁さん科学的知見がわからないとか得られればとか明確な知見がないとかおっしゃってますけれど、それがわかる方法があります。なんと花王さんが花の王ですね、花王さんがですね、花王特許という2つの文字で検索すると、香料としては下記の物質がふさわしいって言って百何十個かそれぞれあるんですね。特許のいろんな特許を持ってらっしゃって、でそのカタカナの聞いたこともないよ見たこともないような成分名とあと危険性っていう2ワードでもう一回検索してみると必ず危険性が出てきます。そこには神経に刺激とか目に刺激とか皮膚糜爛とかいろいろあるんですけれど、で、まあ、一方でその花王さんは、その香り成分がですね、交感神経にプラスの作用をしながら副交感神経リラックス作用もあるという矛盾したような発表もなさっているので、そういうのも楽しめると思います。もう使いすぎないようにしましょうとかそういう問題じゃなくて、危険なものが微量ずつでもたくさん入ってるっていうことをぜひ知っていただきたいです。この答えを次回あるんですかね、次回に答えていただければと思います。一例でした、ありがとうございます。他にいらっしゃいますか。はい、じゃあマイクすいません、あちらの方にお願いします。すいません、稲城市から参りました村上と申します。今日環境首相さんがいらっしゃらないのは残念なんですけども、環境省ではエコチル調査っていうコーホート調査を今進めていますね。それで化学物質が子どもたちにどういう影響を与えるかっていうのも10年ぐらいになると、2010年から始まっていますけども、中間ぐらいのまとめが出ると思いますけども、その影響についてっていうことで文科省なんかはこれをすごく参考にしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。離乳食の考え方なんかについても今年変わるというのか話を聞いています。それで先ほど個々の、ね、原因についてわからないということがありました。でも複合汚染ということもありますから、それはわからないことが多いと思うんです。でだけれどもここまで被害が受けてらっしゃる方が多いというやっぱり現状の調査というのはすごく必要だと思うんですね。特に学校現場なんかではどのぐらい具合の悪いお子さんがいるかとかっていう現状を調査していただいて、それを改善した状態でどのぐらい改善されたのかということをしていただきたいなというふうに思うんですね。エコチル調査は熱心に行われている千葉大は民間 のところと協力して VOC の少ない建物、新金さん の窓口ですけども建物、そういったものも作っています。そういうものを
こう化学物質を少なくした状態ではじゃあどうなるのか、そういう実験をぜひ国 の, あの方で進めて研究を進めていただいて、それで低くなるというのであれば対策をしていただきたい。それはあの学校では、発達障害に対して、いろいろと合理的な配慮をしなければならないということが今常識ですよね。それではあの化学物質についても同じことが言えるのではないかというふうに思いますので、今日はあの割と前向きなお答えをいただけた国民生活センターとかあの文科省の方にぜひそういうことをあのやっていただきたいというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、ではこちらで質問ご意見とりあえず一旦切らせていただきまして、最後にあの4省庁の件を提案させていただきますので、あのこちらの方で、はい、要望書をあのお一人、4省庁の代表者、先ほどお話しされた方いらっしゃらなかったら代わりの方ちょっと前に出てきていただければと思います。速やかにお願いいたします。はい、どうも長いことありがとうございました。最後に宿題という感じなんですけれども、あの皆さんにあのぜひあの各省庁が縦割りではなくてあの省庁横断 の, あの連絡会議を作っていただきたいということで、先ほどもお話ししましたけれども、あの医師、研究者、弁護士、市民を含む化学物質過敏症に関する4省庁連絡会議を設置し、省庁間の連絡を密にし、この問題の解決に努力すること、これをあの参加者の皆さんと合わせてあのお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。あの一人一人渡す人が決まってますので、あのどうぞ十分そう あっさりとじゃなくてもうちょっとじゃ あのどうぞ、あの少々計算大臣、文科省さん、子どもを守り抜くために今後ともしっかり調整を行ってください。あともう一人、少々調整、広田さん。消費者庁さんですね。どうぞもうちょっと劇的なの。どうぞよろしくお願いいたします。では長いことありがとうございました。どうぞあの施策に反映していただきますようにみんなで拍手で送り出したいと思います。はい。それではここで一旦省庁の方々にはお帰りいただきまして、引き続き参加者の交流会に移ります。短い時間ですけれども、まだちょっと言い足りないという方もいらっしゃるかもしれませんし、ぜひ前向きなあのいろんなご提案を私たちもあのお受けしたいと思っておりますので、こちらの方で、残られる方はお残りください。でお帰りになる方は感想文用紙がありますので、それをご提出してからお帰りいただくようにお願いいたします。中継中の他のお部屋の方々も多少こちらであのお席がですね、まあ、十数席空きますので、もしあのこちらにいらっしゃりたい方がおられましたら、あの若干立ち見になる可能性はありますけれども、あの顔を覗かせていただければ交流できるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは省庁の方ありがとうございました。ではあのそうですね、あとそうしましたら、まあ、15分20分ぐらいですかね、あの結構あのスムーズにあの皆さんのおかげでですね、本当にあの急遽あのお部屋を2つ増やしたりして、あのスタッフの方々にもだいぶあの頑張っていただいたんですけれども、滞りなく院内集会の方終わりました。ありがとうございました。
で先ほど2人の方がご提案とかをおっしゃってたんですけれども、まあ、今回ですね7団体8団体で、このような形でやっと半年、1年近くかけて、準備してきました。で今日の議員さんたちもですね国会議員の方に私たちもロビー活動で、15、6人ぐらいの議員さんの方すべての会派ですね、自民党さんから共産党さんまでって言っていいのか分かりませんけれども、全部の、党派というんですか、の方々で、私たちのもう本当にお願いできる議員さんには、15、6人の方にお越しいただきたいということで、資料もお渡ししております。今日も大勢の国会議員さんに来ていただきましたので、きっとこのことは資料だけお持ち帰りになられた方も含めて、4省庁合同の会議、ぜひ開いていただいて、解決に向けて国会議員さんの力もぜひお借りしたいので、皆さんからもですね、地元の国会議員さん、また地方議員さんもいらしていると思うんですけれども、ご意見をですね、そういう方々に届けていただきたいなというふうに思います。そうしましたら、皆さんあれですね、お疲れというかお話しやりたい方もいらっしゃるかと思いますけれども、よろしいですかね。挙手していただいて、すみません、原さんまたマイクを回していただきますので、ぜひね、前向きな、もちろんいろいろ文句言いたいとかっていう人もいると思うんですけれども、もちろんそれでも結構なんですが、本当に具体的にどうやってこう解決できるかというところで、先ほど顔の、ホームページとかでも調べられるっていう話もあったんですけれども、環境省が足りないんじゃないかとかね、まだまだ足りない面もあるかと思うので、ぜひ皆さんのご意見もいただけたらと思います。じゃあ、あとはもう本当にざっくばらんに、お願いしたいと思います。それではどうぞ、皆さん。と言って手が分からないですね。はい、じゃあ、マイクお願いします、こちらの方。お名前と、はい、言っていただいて。私、笹原と申します。はじめまして。私は電磁波問題市民研究会の会員でして、今回は黒江部哲也さんのメディア国章というホームページを拝見して、こちらの110番 の、 院内集会 の、 告知が出てましたので、初めて、途中からですが被害者の方の声から聞かせていただきました。で、被害者の方で香りがとても前は好きだったんですけれども、今はとても苦手になってしまったっていう声を聞きまして、とても切実な問題だと思いました。で、特に女性なんですけれども、いろんな今はオーガニックコスメとか言って、海外からたくさんの香りがするようなものも含めて、たくさんのわけのわからない化粧品が入ってきてるんですね。そういったものは本当にオーガニックなっていうかも分かりません。で、先日私電車の隣に座った人で6下のハンドクリームをつけてきたりとした人がいたので、とても6下の香りっていうのはあれケミカルな香りで強いので、ちょっと遠慮していただくように声がけしました。で、そういったですね、特に女性が使うような男性の中にも使っている人いるみたいなんですけど、香りの強い化粧品、特にハンドクリームとか使ってる人、あとシャンプーの香りですね、ああいうのはやっぱり象徴によって伝えてもどうかなっていう気がするので、やはりそのメディアとか化粧品関連の雑誌がそういうのを大々的に宣伝、使うことによって、例えばテレビで化粧品 の、 例えばメイクアップアーティストなんかがこう使うことによって宣伝になってるんです。実際そういうところに訴えかけていくのも一つの方法かなと思います。ありがとうございます。以上です。では他にしたらどうぞ。じゃあ、お願いします。佐倉市議会議員の伊藤俊子と言います。佐倉市は総合補助という形で、もう化学物質、殺虫剤、農薬は公共施設で使わないという取り組みをやっております。でそれは市で指針を作り、でそれを全、担当課でそれをちゃんと管理するということで、継続してまいりましたので、その延長として公領自粛ということも訴えて、でポスターを作って、で貼り出してくださいというふうにお願いしています。ところがですね、学
校中学校に公開授業授業参観がありまして、でそこに行きまして、中学校3年生のクラスルーム、もう私は入れませんでした。私は CS 患者ですので、でもう一人同僚議員が 入って中に入って、で1時間の半分ぐらいで具合が悪くなって、で奥に入ったもんで出れなかったんですね。で出てきた途端にもう本当に顔が顔面蒼白、トイレに行って戻しっていうような、で家に帰ってで治ったんです。これはもう絶対に私が入れないぐらいですから、あもうこれは暴露したというところで学校に言いました。校長先生、ちょうど公開授業でした。そしたら私があれほど言ってる公領自粛のポスターがどこにも貼られてない。で教育長にも言いましたけれども、なかなか学校サイドがそれをちゃんと対応するってこと、一番やってほしいところがやってないってことが今回分かりました。私本当に長年これを取り組んでますけれども、なかなか課長とか市長とかとりあえずやりますと言ってやっているにもかかわらず、教育現場が非常にそこのところが手薄になってるなっていうところを実感しました。これやっぱり国交にも自治体議員来てると思いますので、これはもう本当に地道に取り組めばできることですので、やっていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。他にどうでしょうか、いらっしゃいませんか。すみません、ちょっと個人的にあまり地元で何かやってるわけではないんですけれども、2013年12年の段階で、だから柔軟剤の第二ブームがメーカーによって引き起こされた年に周り近所のものでやられたのが最初で、その2ヶ月後ぐらいに職場でも、まあ、結局地元の人はみんな行くような職場なので、まあ、職場だろうと家の周りだろうと環境あまり変わらないんですが、結局その 2,3 ヶ月の間で本当に職場で窒息しそうになって駐車場に逃げるっていうようなことが起きて、まあ、それ以降ものすごく急速にあらゆる意味で体調が悪くなって、あの時に発症したなっていう急激な変化があったんですね。でも実際の週風クリニックに予約入れたら3ヶ月後だったので、そのなったぞっていう瞬間をキャッチしてもらうことができなかったんですけれどもそんな感じでちょっと公害っていうのはもう2012年の頃からずっとお付き合いしてきて、まあ、今年で6年目なので、ようやく少しずつ少しずつこう大きな岩がほんのちょっと動いたかなっていう感じあるんですけれども、その間にちょっといろいろ論文とかCS に関するものだけじゃなくて、特に公害フレグランスのその問題についてでに特化して調べてきたんですけれども、アメリカとかカナダとかでは、まあ、日本よりも被害が早く始まっていて、で日本がこうようやく被害が広がり始めて、ようやく遅れはせながら先進国入りしたかなという感じなんですけれども、でアメリカとかカナダとかの文献を見てみると、ちょっと日本の障害症ってよくわからないんですけれども、障害者として認定されることで職場なんかでフレグランスフリーポリシーっていうものをこう導入させることが、まあ、できる、まあ、させても誰も言うこと聞かなくてやめざるを得なかったっていう声もネットとかでは出てるんですけれども、ちょっとその辺の日本と、まあ、特にアメリカ大陸2つの国ですよね、そこと法制度上がその社会的に統合していくっていう法制度上の違いもあるのかなとか、そういったところがまだまだ勉強不足なんですけれども、そういった方面からも科学的にどうとかっていう因果関係が分かるまで100年待っててもその間に大勢の人死にますから、なんかそういった別の観点からでもそれで具合が悪くなる人がちゃんと社会的に機能できるようなあり方を模索していくっていう、それも厚労省の仕事かなと思うんですけれども、障害者っていう観点から考えるとそういった方面もちょっとみんなでこう勉強し合って何かこう提言とかしていけないかなと、ちょっと私も全然勉強不足なんですけど、それで可能であれば外国の公害被害問題を研究している人と被害者と日本で交流会ができたらいいなという、ちょっと夢のまた夢なんですけど、
すいません、ちょっともし北海道テレビでやるんだったらちょっと顔伏せていただきたいんですけども、それは可能でしょうか。顔は出ないですか。あ、わかりました。あ、伝えておきます。ちょっとおそらくですね、この、まあ、臨時問題ってものすごく苦しんでるんですけども、まあ、その4年5年前から臨時が引っ越してきまして、うちと75センチしか離れてないんですね。でそれでおそらくこちらに来てる方でも僕が一番苦しんでるかもしれないんですけども、さっきその山田マリアさんのその話をちょっと聞いていて、ちょっとかなり怖くなったんですね。というのはもう医者に言われてるんですけど、下腹が腫れてきて常にリンパが腫れてる状況なんですよ、痛いと。でまあちょっと、まあ、僕はちょっとブログやってまして、たまたま経済金融にすごい詳しいんですけども、でまあ経済金融1万2000時間やってまして、でまあそれである程度有名になって出版社からオファーが来たんですね、証券会社と。でそのことをちょっと暴露してるんですけれども、もしこれが解決するためには結局法律を変えるか、まあ、議員さんにね、もちろんこちらで散々聞きましたけれども、結局僕がこれ2時間見て思ったのは、全くアスベストの問題を露出してるだけだと思うんですよ。だから結局のところですね、そのなんて言うんでしょう、正直言いますと僕も死にかけてる状況で、だから山田マリアさんの話すごくよく分かったんですけど、だから僕が思ったのは、たまたま僕ちょっと今言えないんですけど、かなり有名な芸能人の親戚で、そのことを暴露するために、まあ金融のこととかも言うと潰されてしまうんで、ステップを踏んで本を出版してからこのことを暴露しようと思ってるんですね。もう明らかに隣が引っ越してからの因果関係で僕はおかしくなってるってことも科学から相当やり込んだんで、だからさっき議員さんが言ってましたけれども、科学的なその証明を取ってから広めるって言っても、本当さっき言われた方が言ってるように死んじゃいますからね、これは本当に。だからまあ、僕のブログには書いてあるんですけど、その何百何千種類の物質を組み合わせると、もうとてつもない数になると、そうするとそれを科学的に証明するっていうことは無理なんですね。それはまさにアスベストの問題で同じだったんですけど、だからなんて言うんでしょう、ちょっとまとめきれなくて申し訳ないんですけど、もし市民ができるんだったらば、まあ要するに民意を反映して法律変えるしかないから、その数が増えるしかないんでね、まあ、ブログとかでは無理かもしれないですけど、僕が一番聞いてて思ったのが山田マリアさんの話でね、なんて言うんでしょう、山田マリアさんの話、いや山田何さんでしたっけ、山田ゆりかさんの話で、初めは柔軟剤とかを好きで使ってて、それからちょっと吸い込んだだけでも症状出ると、僕と全く同じなんですよ。だからいわゆるティッピングポイントですよね。花粉症と同じで、ある一定のラインまでは大丈夫だけど、その吸い込む量を超えたらわずかな量で反応してくると。今僕は全くそんな状況になって、家を使ってない状況なんですよ。もう家をほとんど使ってなくて、警察行政全部やってもダメなんで、まあ要するに引っ越せって医者から言われてるんですけど、引っ越しようがない状況になってるんです。僕一番思ったのが、そのある許容量を吸い込んだら、それ以上は微量吸っても反応が出て、一番のポイントなんですよ。あとになってからじゃないと症状わからないんです。50年後、5年10年発症 しなくても、ある程度の許容量を吸い込んで、それから一定量吸い込んだら、もう死に近づく可能性があるわけなんですよね。僕のちょっと病状を詳しく言えないんですけど、まあ、とにかく症状が出たらもう家にいない状況で、ネットカフェ使ってる状況なんですよ。だからこれは化学物質過敏症ではっていう病名が一番誤解を生んでるんじゃないかと。化学物質過敏症って言っちゃうと、化学物質過敏症って言っちゃって、一般の方はですね、その特殊な人だから反応が出るって思っちゃうんですよ。だけどある一定量吸ったら、おそらく僕はいろんなものを調べましたけど、
多くの人が症状が出るんじゃないかと。だから化学物質過敏症ってネットでも言っちゃうからあれなんだけどと思うんです。あとティッピングポイントを超えちゃうともう後戻りは効かないという状況なんです。その2つが誤解を生んでるんじゃないかということなんです。ありがとうございました。どうもすみません、ありがとうございます。他にはもうそろそろあれでしょうか、杉浦さん。そうですね、ではもうこれで、2時ですので、ね、皆さんすごくちょっと具合悪くなられた方もおられたようなんですけど大丈夫でしょうか。これで終わりにしたいと思います。最後にアンケートのご協力をよろしくお願いいたします。ブックレットや消費者リポート、日本消費者連盟の月刊機関誌、消費者リポートもそちらの方で扱っておりますので、香りの会の特集3回ほどやっております、なども、受付で扱っていますのでお立ち寄りいただければと思います。今日最後4省庁会議開いてほしいということでお願いしておりますので、引き続き、私たちはこの団体でですね、その後どうなったのかっていうことを、また議員さんも今日何人か来ていただいてますのでご協力いただいて、要望を追及していきたいと思います。皆さんからいただいたご意見、本当に全ては難しいんですが、本当に人手不足ながら全員手弁当でやっておりまして、非常にそれでは財政的にも厳しいんですけれども、皆さんご自身が草の根で地域でできることをやりながら、こういった時にぜひ力を合わせてやっていけるようにぜひ知恵を出していただけたらありがたいと思います。それから今日撮影していただきましたワープラネットテレビさんはじめですね、皆さん本当にまさに手弁当でやっていただいているので、そういったところもご視聴いただいたらぜひ寄付の方もしていただけたら、こういったことを報道で世の中に広がっていくという本当に大事な媒体の活動をしていただいてますので、そちらの方もぜひ皆さんご協力の方をよろしくお願いいたします。それではこれで、終わりたいと思います。よろしいでしょうか。はい、どうもありがとうございました。